少女が折り鶴に込めた願いを知ってほしい。令和の子どもたちがその志を受け継ぎます。佐々木貞子さんの兄正弘さんはこの日福岡空港にいました。おかえり。次男の裕二さんです。久しぶりの福岡への帰郷。親子が揃ったのはある映画の撮影のためです。親子が訪ねるのは福岡市に暮らすある男性。今日はね、真珠湾攻撃の際の生き残りの日本側のね、唯一の方とお会いして当時の話を聞いて。ありがとうございます。長沼はじめさんは102歳です。日本海軍の一員として真珠湾攻撃に参加していました。これがその貞子が入院してる時に折った折り鶴です。そうです。後でまたお話しします。小さな折り鶴。貞子さんは被爆から10年後の冬に白血病と診断されます。生きたいという願いを込めて鶴を折り続けましたが、12歳で生涯を閉じました。妹の思いを知ってほしい。正弘さんは国の内外で講演などを続けてきました。およそ20年前からは裕二さんも行動を共にしています。そして今取り組むのは貞子さんの思いを伝える映画の制作。メガホンを取るのは映画監督の篠原哲夫さんです。乗られていた戦艦は加賀という。そうですね。映画で描くのは原爆だけではありません。被害と加害を知ることが戦争と平和の真実を考えることにつながる。そんな思いから取材は真珠湾攻撃にも及びます。長沼さんが徴兵され海軍に入隊したのは開戦の年、21歳でした。その年の12月8日、世界最大級の航空母艦とされた加賀の乗組員として真珠湾攻撃に加わります。出撃する戦闘機に爆弾や魚雷を装着するのが任務でした。機上成功するかどうかみんなば待ってね、で初めて第一報が入りましてね、機上成功してるという成功したと。それでわーっておられましてね、艦内は高揚感に包まれたといいます。アメリカ側の犠牲はおよそ2400人、対して日本側の死者や行方不明は60人余りでした。しかし半年後のミッドウェー海戦で加賀は沈没。長沼さんは足に大やけどを負いました。見てください。はじめさんはよう助かったですね。仲間の方はやっぱり亡くなられたんでしょ、加賀に乗られて。亡くなったのは全部806名ぐらい。大怪我をした長沼さんはその後兵役免除に。終戦を迎えます。ね、本当に、思い出されるでしょ。そうでしょう、ね、もう亡くなったね戦友を思い出されるでしょ。ね、そうでしょうね。悔しさを覚えた日本の敗戦から77年、今長沼さんが願うのは平和です。
やっぱそうですよ、当時の。二人の旅は続きます。向かったのは福岡県八女市星野村。見えますね、火がね、うん、見られたことは僕初めてなんですよ。はい、静かに燃え続ける火、広島を焼き尽くした豪華の残り火です。雄二さんはこの火をハワイの真珠湾に灯すことを計画しています。それは撮影中の映画の山場になる予定です。その火についてね、星野村に火を持ち帰ったのは山本拓郎さんの父親でした。父達夫さんは星野村出身、3度目の召集で船舶輸送を担う暁部隊に所属していました。原爆が投下されたのは列車で竹原から宇品に向かう途中でした。黒子でなったりとか、本当に水ぶくれになったり、真っ黒になったり、人たちがこう逃げてくる。それとに逆らうように父は逆にしないなって言って、そういう状態。全身を焼かれ、息絶えた数えきれないほどの人を見取り、火葬しました。そして任務の傍ら親戚を探したといいます。それは叔父の安家さん、父親を早くに亡くした達夫さんを可愛がっていました。安家さんは金商堂書店を営んでいました。爆心地から500メートルほどです。しかし行方は分からずじまい、9月には復員令が出ます。最後の最後の別れに、そのおじさんの家に行って、焼け跡を、まあ、その未練あったんでしょうね。もう何回も探したところだけども、地下室に降りていった時に、地面にまだ熱い、あれが残ってたんで、それで、こう、なんか、しゃがみ込んで、そこに息を吹きかけたら、ぽっとこう炎が上がったんですよ。せめて遺骨の代わりに火を持ち帰ろう。使ったのは出征する際祖母にもらったカイロ。中の炭の粉に火を移し持ち帰ります。そして安家さんを供養する火として密かに灯し続けました。父にしてみたら、もう本当恨みの火以外にはないという感じ。平和の火っていう感じになるまではもう戦後長い時間がかかって、叔父の命を奪った原爆の残り火、達夫さんの脳裏には焼け野原の惨状が焼き付いていました。歳月とともに薄れる戦争の記憶、一方で戦火が途絶えることのない世界、やがて平和について考えを巡らすようになります。自宅で灯し続けた火を平和の火として星野村に託したのは1968年でした。求めるのは憎しみを乗り越えた先にある和解と平和。佐々木さん親子が真珠湾に平和の火を灯そうとするゆえんです。真珠湾には貞子さんが作った折り鶴がすでに展示されています。折り鶴と原爆の火の背景や意味を考えてほしいとの願いを込めます。真珠湾と広島、日本の関係ですね、はこう本当にまだまだ計り知れないね、ものが思いがあるし、そこの溝を埋めるのってやっぱりこう、僕ら戦争知らない世代の役目なのかな、
正弘さんは広島での映画撮影を心待ちにしていました。ワクワクしてるかな。今までにない話が聞けるかなと思ってね。川崎さん、はじめまして。なんとなく面影残ってますか。 お父様に見てらっしゃいました。そうでしょう。広島市に住む川崎陽子さんは89歳。貞子さんが入院していた広島赤十字病院に実習で通っていました。軽い、そうでしょう。お茶目なお嬢さんでしたね。はあ、そうでしょう。入院して8ヶ月が経った10月25日、容体が悪化し、家族が病院に駆けつけます。私が最後に聞いたのは、お茶漬けが食べたいって聞かれました。はい。はあ、貞子さんは食べたかったお茶漬けを口にして間もなく息を引き取りました。お父様がね、貞子ちゃんの顔をね、カミソリ当てられて。あ、そうでしたか。それはね、覚えて。あ、そうですか。お父様がね、ちゃんとしてやりたいからって。お父様は美容師さんだったんですよね。そうですよ、美容師さん。顔当てられたのは覚えてます。僕も最後だから、我が娘だからね、自分ができることはしてやりたいと思ったんでしょうね。そうでしたか。生きたいとの願いを託しながら折った鶴は千羽を超えていました。弱音やわがままを口にすることは一度もなかった少女は12歳で生きました。一番根本は心じゃないかと。今も戦争が現実に起こってますけど、これは国対国の戦争ってもうこれどうしようもありません。私たちができるっていうのは、そうじゃなくて民間のレベルで、心がそういう方やっちゃいけないんだよっていう、その思いやりの心がずっとつながれば、それで政府の方にみんながこういう圧力をかけていけられる、いくという、そういう心をこう醸成していこうかと。戦争について知ることが平和を考える第一歩。貞子さんの遺族が映画撮影のために出会った人たちの証言がその回答です。12歳で行った少女の思いを伝える家族の営みが続きます。はい、こっちの足も上げて、1、2の、はい、もうちょっとこっち。介護するのは山本みどりさん、69歳です。そして母親の郁恵さんは95歳。18歳の時に被爆しました。お母さんが被爆のことでまだ伝えてないなっていうようなこととかまだある？まだない。うん？もうない？もうかなり私に伝えてくれた？どう？なんか話してるとポツポツとね。老いに例外はありません。ね、徐々に口数が少なくなってきました。まだ何か、老いことがあったとか思い出せない？神奈川県中部にある座間市。みどりさんは5年前から母郁恵さんと2人暮らし。夫に先立たれ、子供も独立しました。3人姉妹の次女だったみどりさんは呉市生まれです。しかし小学生の時から神奈川で暮らしています。母親が被爆者であることは幼い頃から薄々感じていました。子供の頃、母が寝てる時にうめくんですよね、うーって言って、で、あれが子供心にすごく怖くって、なんでだろう、どうしたんだろうって、何夢見てんだろうって思ったんですけど、後々よく考えたらやっぱりトラウマみたいになってて、やっぱり壮絶な時刻杖はもう本当に中にも
荒れされてるのかななんて思って。母郁恵さんのふるさとは世羅町です。17歳の時、看護学校に通うため親元を離れ広島市へ。そして翌年、原爆投下。それは爆心地から 1.5キロ、病院の敷地にあった寄宿舎で友人と話していた時でした。その瞬間を語ってくれたのは去年11月のこと。マグネシウムの強い光のあれがピカッとしただけで、それで気を失って、それから気がついたのが、友達がいない、友達がいないでね。いつも一緒だった友人の東静江さんです。瓦礫の中から這い出した郁恵さんは大怪我をして探し回ったといいます。ボロボロに、あの日陰でね、破れた衣類を着て、水くれ水くれってね、倒れていく人ばかりですから、だからもう自分どころじゃない。本当にものすごくね、隣にいた友達のことをベッド、ほんとベッド一つですからね、気になりもしてね、でどうしてるかどうしてるか、毎日ね、いる日はね、うろうろと探してました。生死を分けた紙一重の差、東さんと再び会うことはありませんでした。黙祷。去年の8月6日、親子は広島を訪れていました。広島への最後の旅、郁恵さんは静かに原爆慰霊碑に手を合わせていました。なんで死ななきゃいけなかったの、私みたいに外に出ることができたらよかったのにね、東さん。ただ目の前に来たから手を合わせてっていうんじゃなくって、思い出してたんだなって。いくら私たちが言っても経験に勝るものはないし、やっぱあの沈黙の中から出てくる言葉って、やっぱりやっぱ経験したもんしかああいう言葉って出ないし。ほらまた、ほらすごいね、お鍋が。あ、これは美味しそう。ねえ、美味しそうだね。さあ、広島への旅から半年、郁恵さんは毎日の3食を欠かしません。しかし最近は寝ている時間も増えました。車に乗ろうか。車、車に今から乗るよ。いい？はい、よしよし。1、2、はい。この日は揃って外出です。向かったのは近くの市民文化会館。地元の人たちに郁恵さんの被爆体験を聞いてもらいます。主催したのは座間市原水爆禁止協議会。年齢を考え、協議会が制作した郁恵さんの映像を上映します。100人余りが耳を傾けました。その様子を郁恵さんがじっと見守ります。そして友人の東さんが亡くなった話に及ぶと、私だけがなぜ死ななかったのか、どうしても解決できないことでございます。ふわふわになった体を、あと光に当てかけがえのない友の死。
77年余り経った今も忘れることのない広島の記憶です。そして再び現実味を帯びる核兵器使用、豪華に焼かれたあの日を知る被爆者として訴えたいことは、過去は絶対持っちゃならない、これだけ、はい、持たなきゃ戦争にならないんだから、持ってはダメ。生の声を聞こえるっていうのはすっごくもう重要な大切なことだと思います。平和な時こそするべきことは一人一人何が大事かなっていうことをね、改めて考えさせてもらいました。郁恵さんが被爆のことを積極的に語ることはありませんでした。しかし親子での同居をきっかけにその体験に向き合うようになりました。被爆のね、母を持つ私のなんか使命みたいなものをこれからはちょっと私も意識しながらやっていかなきゃいけないのかなって最近特に思ってます。みどりさんの提案で被爆体験を本にまとめたのは一昨年のこと。18歳で経験した広島の記憶を形にして残すためです。母から聞き取れたっていうのは唯一の財産かな。それを書き残せたので、まだ何かこういうことがあったとか思い出せない、あと記憶どう、あの日から77年余り、歳月に容赦はありません。母親の記憶を消すわけにはいかない、今年70歳を迎えるみどりさんの決意です。こんにちは、お邪魔します。みどりさんの思いを聞きつけ、友人や近所の住民たちが駆けつけました。まずは身近な人たちからと設けた母親の体験や平和への思いを語る交流の場です。歴史的な事実だけを覚えるものじゃなくて、今の立場から過去を振り返って、そして将来に対して命の大切さっていうのをどうやって伝えるか。広島に行って被爆国の唯一の日本がどういうその被爆を受けたそういう惨状っていうのをしっかりと学んでこなきゃいけないっていう基本が必要かなと思うんですよね。意見の交換は2時間以上に及びました。みどりさんはこれからも地元神奈川で対話の場を広めたいと言います。まず地域の第一歩が踏めたよっていう感じ、やっぱり母に感謝しながら、それを本当に私が引き継いでみんなにこう意識をお互いに触発しながら持てたら、私の使命が一つできるのかなとか思いながらですね、身近なところからやっていきたいなっていうふうに思ってます。今月4日、95歳で息を引き取った母親は何を伝えたかったのか、そしてなぜ自分と同居するまでは広島の記憶を封印していたのか、そんな母親が託したメッセージを語り継ぐことが自らの使命と語る娘のみどりさんは、戦火が止まぬ今だからこそその責任の重さを痛感しています。これからは私がたくさんの人に伝えていく役目をしていくから、いい？はい、バトンタッチの握手だ。よし、じゃあ頑張ります。郁恵さん頑張りますからね。頑張ってください。はい、頑張ります。
先月、東京都内。はじめまして。岩田さんと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。戦前から戦後にかけての白黒写真を色付けし、戦争の記憶をより鮮明に伝える。取り組むのは大学3年の庭田安寿さんです。そして佐々木正弘さんは81歳、広島で家族と共に被爆しました。あれ貞子だっていうのをね、はい、分かってる方の方が、うんうん、世界にも発信しやすいし、はい、着物を着た写真ね、はい、妹の貞子さんは被爆から10年後に白血病と診断されます。回復を願って鶴を折り続けましたが、その年に12歳で亡くなります。広島出身の庭田さんは高校生の時から戦争体験を受け継ぐ活動を続けています。白黒写真をカラー化するのに使うのは最新の人工知能技術。目指すのは当時を知る人の記憶の色の再現です。そして今回目を引かれたのは着物姿のこの写真。政治もできなきゃ結婚もできないと。一回も着物を着せたことがないけんね、着物を着せてやりたいって言って、貞子はこれが、じゃあこれがいいって言ったら選んだ桜模様のね、着物の柄なんですよ。こう思いがこもった一着だし、その一場面の写真だと思うので、正弘さんのその記憶の色っていうものを元にカラー化していきたいなっていうふうに思っています。この日、庭田さんが訪ねたのは福岡県。こんにちは。よろしくお願いします。どうもよろしくどうぞ。ありがとうございました。はい、正弘さんに彩色した写真を確認してもらいます。おー。こんな感じで今、カラー化したんですけど、いかがですか？あ、より現実的になってきたね。桜色ってこの色で、でしたか？どう？もうちょっと濃いとか。もうちょっと濃い。入院前に両親が送った桜模様の着物。色合いや柄はまだ手探りの状態です。この日ね、はい、貞子のために、はい、クラスメートがお別れ会を開いてくれたの。入院していた小学6年の3月、貞子さんは自分の病気について詳しく知らされないまま友人に別れを告げます。まあそういう元気な時もあったね。思い出を語る中、正弘さんが口ごもることが。貞子さんが亡くなられて、棺に入っておられる写真ですね。あ、こんな感じでカラー化したんですけど、あらら、いかがですか？ねえ、いいね。うん、思い出すね。貧しいんだよね、この時は。安らかに眠る妹の姿。この時両親が送った桜模様の着物を着ていました。12歳で旅立った妹の無念は今も忘れません。家族にこうその病気の、痛みも話さずに、ずっとその家族の幸せを思って、本当に思いやりが深くて、そういう一人の少女だったんだ。原爆がただ投下された直後だけではなくて、そうやってその後の日常も奪っていったんだなっていうことをすごく実感しました。記憶の色により近づきたい。訪れたのは原爆資料館です。確認したかったのは、貞子さんが和服に合わせて身につけていた草履と巾着袋です。
愛用していた草履には使い込まれた痕跡が残ります。苦心しているのは着物の色付け。頼りにしたのは終戦後間もなく開店したこの呉服店です。古い着れば当時のようなに近い切れで作った、これはまあそういう昔の切れを加工して作ってるので、だから近いのはこういうものがイメージ的には近いんかなと思うんですよ。元の写真だけでは色合いや柄など細部は分かりません。それでも当時の仕上がりに近づけたい。子供が着るならどんな色合いかなどプロの意見に耳を傾けます。最初つけてたんですけど、こちらの方が近い、もうちょっと濃くてもいいと。もうちょっと、うんうん、一山売って娘に着物を着さ作ってね、嫁入りさせよったって言うんだから、着物っていうのはそういうものだったんですよ昔はね。そして出来上がった写真を正弘さんに届けます。下駄はあの資料館で拝見したあの下駄の色から撮っていて、撮ったろ。この草履をあなたが調べてくれて、あのこの色つけたから、はい、余計に分かるわけよね。ああいいな、うん、嬉しい。貞子さんが眠る墓を訪ねた2人。庭田さんが誓ったのは写真の色付けを通して得たものを受け継いでいくことです。カラー化した写真を通して平和への思いというのをこう感じてもらえたら嬉しいですということをお伝えしましたね。私に託されたメッセージっていうものをまた私なりの形で伝え続けていけたらなというふうに思っています。戦争を知る人は少なくなるばかりです。その記憶をいかにして未来に受け継いでいくのか、彩色した写真が私たちに問いかけます。We were introduced to many atomic bomb survivors and they each told us that we have to tell their stories to the world. 映像作家のアリ・ウィーザーさんです。母国アメリカの人々に原爆の実態を伝えようとドキュメンタリー作品の制作を続けています。そして今月、被爆者やその家族を取材するため広島を訪れていました。祖父のジェイコブ・ビーザーさん、広島に原爆を落としたエノラ・ゲイト、長崎に落としたボックスカー、投下時レーダー担当として双方の爆撃機に搭乗した唯一の軍人です。その祖父はアリさんが4歳の時に死去。記憶はほとんどありません。しかし死後も原爆投下は正しいと教えられてきました。She said, "Oh, Ari, everyone knows what your grandfather did. He participated in the mission that ended the war. That's what she told us. We were 6 years old, so she didn't tell us more than that." 祖父や被爆者についての著作取材のために初めて広島を訪れたのは2011年。以来、多くの被爆者やその家族に向き合ってきました。They could have invited me there and yelled at me because of how angry they were over the atomic bombs, but that's not what their purpose is.
that their grandfather had a message that all for one and one for all, and that we had to work together. この日、被爆三世の原田小鈴さんと共に訪れたのは広島市中区の江場。原田さんの祖父が被爆した場所です。その当時の江場の左側を向いて被爆をするので、半分、こっち半分を全部やけどしました。そして耳は爆風で一生聞こえなくなった。祖父山口勤さんは29歳の時、出張で訪れた広島で被爆、そして大やけどを押してたどり着いたふるさと長崎で再び被爆します。いわゆる二重被爆者です。みんな死んでますから、生かされたものをですね、やっぱり何か伝えないかんわけですね。勤さんは2010年に死去。その思いを受け継いだ原田さんは、地元長崎を中心に紙芝居などで祖父の体験を語り継いでいます。その活動を通じて知り合ったのが有さんです。交流は10年以上になります。もし逆の立場で生まれてたら、私がジェイコブさんの孫で、彼がツトムの孫だとしたら、私はジェイコブさんの孫だったら彼には会いに来れない。でも彼は会いに来てくれたっていうのが一番、心動かされたことなんですよね。広島と長崎への原爆投下に携わったジェイコブさんと、二度被爆したツトムさん、孫の2人が次に訪れたのは長崎です。キノコ雲を見て彼が思ったことは、キノコ雲が追いかけてきた、自分を広島から長崎まで追いかけてきた。キノコ雲、上と下の3世代の人は多分難しい、難しい気持ちありますね。でも小鈴さんが優しい、いつも優しい。なんで優しい？なんで優しい？兄が勇気を持って会いに来てくれたから。本当？兄が会いに来てくれたから。と祖父が、やっぱり、肌の色が違っても、目の色が違っても、言葉が違っても、人間同士だから心は通じ合うっていう風に教えてくれたから。アリさんは来日のたびに被爆者のもとを訪ねています。この日、広島市内で再会したのは3人の被爆者。When there is no, when there are no more survivors left and we are the only ones who are left, like what should we work towards in terms of continuing the message? それだけの威力がある兵器をがこんなに怖いもんだということを主題にして、繋いでってもらったら、こんな怖いものは使うことも使えないとか思ってくれることを期待しています。悲惨なことがね、二度と起こらないように、やはり若い人たちが伝え続けて言っていただきたい。実感するのは、あの日の出来事を伝えることの大切さです。I definitely think that it has the most meaning coming from the voices of the survivors themselves. So many people who I've interviewed are no longer with us anymore. Stoma Yamaguchi has passed away. Tsuboya-san has passed away. I mean, we are losing the most important voices could save the world. And now, once we forget what happened, then that's when it can happen again.アリさんは今、アフリカ・ルワンダでドキュメンタリー制作を指導しています。戦争を知るには、ルワンダは欠かせぬ国です。1994年、当時の大統領暗殺が引き金となり、民族同士の殺戮が勃発。わずか3ヶ月間で100万人が犠牲になったとも言われます。
広島を訪れたセドリックさんはルワンダ出身。両親は内戦を生き延びました。The atomic bomb with the, like the white world was used to destroy humans, but then back home they were using traditional tools like machetes, like stones, like that kind of things. You understand whether or not we have weapons?We talk a lot about nuclear war and nuclear weapons and disarmament as a way to save the world, but even without nuclear weapons, we'll still wage wars where 1 million people are killed in 100 days. 久しぶりに訪れた原爆資料館。アリさんは争いをなくすために核兵器の脅威だけでなく、すべての戦争の悲惨さを伝えたいと言います。広島の悲劇を目の当たりにした今、改めて抱くのは過ちを繰り返しかねない大国への危機感です。 So I think a lot about the children who were exposed to the atomic bomb in the crosshairs of Vladimir Putin's nuclear weapons as he aims them in the Ukraine and all the children that are currently being bombed every day and it could happen at any moment right now. 混迷を深める世界情勢。5月には被爆地で初めて G7 サミットが開かれます。I hope that then, while the G7 is taking place in Hiroshima, that President Biden has the chance to go to Nagasaki, and that he makes history as the first president to go to Nagasaki. I really hope that he has the time, and the courage to experience the city of Nagasaki, on his own. 原爆を落とした国は今、核大国。そして落とされた国は核の傘の下。その狭間で出会った軍人と被爆者の孫。二つのキノコ雲を知る二人の祖父の足跡をたどる旅はこれからも続きます。書店大手ジュンク堂書店の広島駅前店です。今日から店頭に並んだ原爆の子貞子の願い。12歳で行った少女の生涯を描いた紙芝居で、およそ30年ぶりの復刻です。怖いですとか恐怖ですとか、そういった気持ちっていうのは持たれるかと思うんですけれども、そういう気持ちというのはすごく大切なことであって、たくさんの方にこちらを見ていただいて、こう記憶として残してつないでいっていただきたいという思いで。去年11月、東京からの長旅を終え広島に降り立った宮崎文江さんは71歳、紙芝居の脚本を手掛けました。平和公園を訪れるのはこの日が初めて。長年訪れたかった場所です。ここだ。いつも見てたのはここですね。そうです。佐々木貞子さんをモデルにした原爆の子の像。ここでは折に触れ子どもたちが集会を開いています。黙祷。もっと行きたかっただろうなと思いますよ。だって一番友達とワイワイ騒いだりできなかったんですもんね。2歳の時に被爆した貞子さんは10年後に白血病を発症。行きたいと願い鶴を折り続けますが、願いは叶いませんでした。関東で生まれ育った宮崎さんは本や資料を読み込みながら知識を得たといいます。そんな宮崎さんは小学校の教諭でした。そのため紙芝居の脚本を手掛けたのも授業を分かりやすく伝えたいとの思いから。完成した作品は36に上ります。紙芝居は人の前で人が伝えるから、だから余計にこう伝わるものがある、染みていくものがあるってね、心にね。
貞子さんの物語を東京の出版社から発行したのはおよそ30年前。少女の無念、そして家族や友人の思いを伝えたいと思ったからでしたが、出版社の都合で廃盤に。そしてロシアによる突然のウクライナ侵攻、読み聞かせのボランティアなどから貞子さんの紙芝居を待望する声が上がります。さらに去年7月、紙芝居の上演に取り組む高校生を描いたドキュメンタリー番組が全国放送に。その熱心な姿に心を打たれ復刻を決意します。一生懸命演じてくれる人たちの姿見てね、すごいな、いいなと思いましたね。残せるものがあったら、そういう文化でもってね、残していきたいな。それが語り継ぐことだし。広島市東区にある出版社、南南社です。復刻版の出版は被爆地広島でとの思いからここに依頼しました。持参したのは紙芝居の原画。原画の作者が亡くなっているため本編はそのままにします。そのため復刻版ならではの新たな価値を加えられないかが課題です。鶴がこう飛び立っていくのがここにね、プリントされると生徒さんの活動が、平和への願いが鶴になってこう飛んでいくよっていう、世界にも日本にもっていう感じのができたら。原爆のこの像が貞子さんの同級生の手で完成したように、復刻版にも生徒の力を借りたいと言います。ただ紙芝居の場合はやはりこう皆さんが演じる側と見る側、そこに周りにいる人たちという、そういう一つのこう空間の中でお互いがこう双方向でやり取りするという一つの世界を作っていくっていうのは、一冊一冊の本をこうまた読んでいくのとはまた違った、やっぱり媒体の強さが多分あるんだろうなと。そしておよそ半年をかけて復刻版が完成。ケースに描いた折り鶴は紙芝居の上演に取り組む広島の中学高校生が手掛けました。紙芝居は原版そのまま。貞子さんの被爆から活発だった小学生時代と突然の闘病、原爆のこの像の建立までが描かれます。繰り返さないために、もういつ何かが起きてもおかしくない時代になってきちゃったから、その何かが起きないために生きたかったっていう貞子さんの叫び、それをやっぱり心に刻んでほしいなと思いますね。生きたいと願った少女の絶望と再生、広島の子どもたちが先輩たちから上演を受け継いできたように、新たな息吹を吹き込まれた紙芝居はこれからも戦争の不毛さを語りかけます。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。いらっしゃい、皆さん。先月広島を訪れた7人の大学生、長崎で平和の実現を目指して活動しています。森重明さんは被爆したアメリカ兵捕虜について研究を続けてきました。で、長崎もその思いを聞きたいと大学生たちが希望して実現した出会いです。ちょっとロンサムレディオというんだけど、その記者取り調べを受けるためにね、東京に連れて行かれたから助かった。90歳まで行きましたけども。森さんは広島で被爆して亡くなったアメリカ兵捕虜について40年以上にわたり調査、そして12人の身元を特定したことで知られます。アメリカのオバマ元大統領が広島を訪問した際には対面を果たしました。広島の被爆者森さんの言葉に耳を傾ける被爆地長崎の若者たち。7人が所属するのは核廃絶を目指す
長崎ユース代表団。任期の1年間に出前授業などさまざまな活動に取り組みます。末広和葉さんは広島出身です。長崎大学に進学し、2つの被爆地の視点から核兵器などについて学んでいます。双方の原爆の被害の共通点とか逆に違うところとかも自分の中で整理できて、なんかそこがどっちもの被爆地で学ぶなんかメリットなのかなと思います。タロア号っていう爆撃機のこれが一部です。本物よ。取り出したのは森さんが保管するアメリカの爆撃機タロア号の機体の一部。1945年7月タロア号は呉沖で撃墜されます。乗組員11人のうち8人が死亡、生き延びた3人は広島に連行され8月6日を迎えます。森さんは今も乗組員の遺族と手紙での交流を続けています。私がもし被爆者だったら、そのこんなにひどい被害をこう出した原爆を落とした国のことを嫌な気持ちになるとは思うんですけど、ちゃんと行動してご遺族にもお知らせするっていうのがなんかすごいなっていうか、もう被爆から間もなく78年、被爆地広島に核兵器保有国を含む各国の首脳が集います。核兵器の使用であったり脅しっていうのは自分たちも含め、ロシア自分たちも含めてあってはならないことだっていう共同声明を出していただきたいかなというふうに思っております。それこそ諦めないでしっかりとね、平和の大切さを今この時だからこそしっかり声高にやっていただきたいっていうことで、今日の皆さんのね訪問はとってもね嬉しい。私たちにとっては原爆を落とした国と落とされた国の狭間で生まれた研究は今後の糧となるはずです。これをきっかけにもっと視野を広げていきたいなと思います。ぜひしっかり後世に原爆の被害と、それからそういった原爆が二度と使われないことを願って、平和がいかに大切かということを知ってもらう機会だというふうに思いまして、ありがとう。国境を越えて被爆者について研究する森さんと、もう一つの被爆地長崎で戦争を学ぶ若者たち、新たな絆が深まります。平和公園にある原爆の子の像、モデルとなった佐々木貞子さんは12歳でその生涯を閉じました。今も国の内外から折り鶴が捧げられ、その数は年間1000万にもなります。そしてそこを抜けると、千羽おるんよ、千羽になったら願い事が叶うんよ。広島県立秋府中高校、7年前から原爆の日に佐々木貞子さんの生涯を描いた紙芝居を上演してきました。多くの人に見てもらおうと日本語だけでなく英語版も手掛けます。 Hey, that's not fair. Running away from me. I did catch you. 主人公の貞子を演じるのは1年生の三井結葉さんです。貞子さんは2歳の時に被爆、11歳で白血病を発症し、回復を信じて鶴を折り続けましたが12歳で亡くなります。貞子さんは生きたいっていう前向きな気持ちがあるのは本当にすごいなって思うし、黙祷。めっちゃ緊張します。
少しでも多くの方に貞子さんのことを知ってもらって平和について考えてもらいたいなって思います。本番には地元の中学生も加わります。練習はおよそ2ヶ月に及びました。アメリカが広島に原子爆弾を落としました。貞子、母さんにしっかり捕まっておるんよ。77年前と同じように早朝から暑い一日となった令和4年の8月6日、観客はこれまでで最も多いといいます。またみんなに会いたいから、で苦しくても、鶴を折っていたところが良かったなって思いました。みんなが戦争について真剣に考えれたらいいなと感じた加賀美姉妹でした。要望があれば答えます。オーストラリアから訪れた女性2人のためだけの紙芝居、キノコ雲の下で何があったのか、そしてその後何が起こったのか、一人でも多くの人に知ってもらいたいとの一心で英語で届けます。I mean, the whole thing's memorable, but especially her desire to fold the 1,000 paper cranes and the tragedy that she couldn't finish folding the paper cranes before she died. I think that's probably the most, Yeah, I think it's a very honourable thing that they're doing, and I think it's important, and I think it's very nice. 改めて平和について自分自身も考えられたかなって思いますね。私たちが平和についてもっと広めていくべきだなって思うし、できることからやっていかなきゃなっていうふうに思いますね。原爆投下から77年、戦争や紛争は絶え間なく繰り返されています。12歳の少女が折り鶴に込めた願いを知ってほしい。令和の子どもたちがその志を受け継ぎます。佐々木貞子さんの兄正弘さんはこの日福岡空港にいました。おかえり。次男の裕二さんです。久しぶりの福岡への帰郷、親子が揃ったのはある映画の撮影のためです。親子が訪ねるのは福岡市に暮らすある男性。今日はね、真珠湾攻撃の際の生き残りの日本側のね、唯一の方とお会いして当時の話を聞いて。ありがとうございます。私の次男です。長沼はじめさんは102歳です。日本海軍の一員として真珠湾攻撃に参加していました。でもね、これがその貞子が入院してる時に折った折り鶴です。そうです。後でまたお話しします。小さな折り鶴。貞子さんは被爆から10年後の冬に白血病と診断されます。生きたいという願いを込めて鶴を折り続けましたが、12歳で生涯を閉じました。妹の思いを知ってほしい。正弘さんは
国の内外で講演などを続けてきました。およそ20年前からは有志さんも行動を共にしています。そして今取り組むのは貞子さんの思いを伝える映画の制作。メガホンを取るのは映画監督の篠原哲夫さんです。乗られていた戦艦は加賀という、そうですね。映画で描くのは原爆だけではありません。被害と加害を知ることが戦争と平和の真実を考えることにつながる。そんな思いから取材は真珠湾攻撃にも及びます。長沼さんが徴兵され海軍に入隊したのは開戦の年、21歳でした。その年の12月8日、世界最大級の航空母艦とされた加賀の乗組員として真珠湾攻撃に加わります。出撃する戦闘機に爆弾や魚雷を装着するのが任務でした。地上侵攻するかどうかみんなば待ってましたね、で初めて第一報が入りましてね、地上侵攻してるという成功したと、それでわっておられましたね。艦内は高揚感に包まれたといいます。アメリカ側の犠牲はおよそ2400人、対して日本側の死者や行方不明は60人余りでした。しかし半年後のミッドウェー海戦で加賀は沈没、長沼さんは足に大やけどを負いました。見てくださいね、はじめさんはよう助かったですね。仲間の方はやっぱり亡くなられたんでしょう、加賀に乗られて。お亡くなったのは全部806名ぐらい。大怪我をした長沼さんはその後兵役免除に、終戦を迎えます。ねえ、本当に、思い出されるでしょう。そうでしょう、ねえ、もう亡くなったね戦友を思い出されるでしょう。ねえ、そうでしょうね。悔しさを覚えた日本の敗戦から77年、今長沼さんが願うのは平和です。やっぱりそうですよ、当時の二人の旅は続きます。向かったのは福岡県八女市星野村。見えますね、火がね、見られたことは僕初めてなんですよ。はい、静かに燃え続ける火、広島を焼き尽くした豪華の残り火です。ユージさんはこの火をハワイの真珠湾に灯すことを計画しています。それは撮影中の映画の山場になる予定です。その火についてね、星野村に火を持ち帰ったのは山本拓郎さんの父親でした。父達夫さんは星野村出身、3度目の召集で船舶輸送を担う暁部隊に所属していました。原爆が投下されたのは列車で竹原から宇品に向かう途中でした。黒子になった人とか、本当に水ぶくれになったり、真っ黒になったりした人たちがこう、逃げてくる、それとに逆らうように父は逆にしないようにしていく、そういう状態。全身を焼かれ息絶えた数えきれないほどの人を見取り火葬しました。そして任務の傍ら親戚を探したといいます。それは叔父の安家さん、父親を早くに亡くした達夫さんを可愛がっていました。安家さんは金商堂書店を営んでいました。爆心地から500メートルほどです。しかし行方は分からずじまい、9月には復員令が出ます。
最後の最後の別れに、うん、そのおじさんの家に行って、うん、焼け跡をまあその未練あったんでしょうね。もう何回も探したところだけども、地下室に降りていった時に、うん、地面にまだ熱いあのあれが残ってたんで、うん、それでこうなんかしゃがみ込んでそこに息を吹きかけたらスポッとこう炎が上がったんですよ。せめて遺骨の代わりに火を持ち帰ろう。使ったのは出征する際祖母にもらったカイロ。中の炭の粉に火を移し持ち帰ります。そして弥助さんを供養する日として密かに灯し続けました。父にしてみたらもう本当恨みの日以外にはないという感じ、平和の日っていう感じになるまではもう戦後長い時間がかかって、叔父の命を奪った原爆の残り火、辰夫さんの脳裏には焼け野原の惨状が焼き付いていました。歳月とともに薄れる戦争の記憶、一方で戦火が途絶えることのない世界、やがて平和について考えを巡らすようになります。自宅で灯し続けた火を平和の日として星野村に託したのは1968年でした。求めるのは憎しみを乗り越えた先にある和解と平和。佐々木さん親子が真珠湾に平和の火を灯そうとするゆえんです。真珠湾には貞子さんが作った折り鶴がすでに展示されています。折り鶴と原爆の火の背景や意味を考えてほしいとの願いを込めます。真珠湾とあの広島、日本の関係ですね、うんうん、はこう本当にまだまだ、うん、計り知れないね、うん、あのものが思いがあるし、はい、そこの溝を埋めるのってやっぱりこう、うん、僕ら戦争知らない世代の役目なのかな、うんうん、正弘さんは広島での映画撮影を心待ちにしていました。ワクワクしてるかな、今までにない話が聞けるかなと思ってね。川崎さん、はじめまして。なんとなくあの面影残ってますか。 お父様に見てらっしゃる。そうでしょう。広島市に住む川崎陽子さんは89歳。貞子さんが入院していた広島赤十字病院に実習で通っていました。軽い、そうでしょ、お茶目なお嬢さんでしたね、はあ、そうでしょ、はい、入院して8ヶ月が経った10月25日、容態が悪化し家族が病院に駆けつけます。私が最後に聞いたのは、うん、あのお茶漬けが食べたいって聞かれました、はい、はあ、貞子さんは食べたかったお茶漬けを口にして間もなく息を引き取りました。お父様がね、貞子ちゃんの顔をね、カミソリ当てられる。あ、そうでしたか。それはね、あ、そうですか。お父様がね、あのちゃんとしてやりたいからって。お父様は美容師さんだったんですよね。顔を当てられたのが覚えてます。僕も最後だから、我が娘だからね、はい、自分ができることはしてやりたいと思ったんでしょうね。そうでしたか。行きたいとの願いを託しながら折った鶴は千羽を超えていました。弱音やわがままを口にすることは一度もなかった少女は12歳で生きました。一番根本は心じゃないかと。今も戦争が現実に起こってますけど、これは国対国の戦争ってもうこれどうしようもありません。私たちができるっていうのは、うん、そうじゃなくて民間のレベルで心が
そういうことはやっちゃいけないんだよっていうその思いやりの心がずっとつながれば、それで政府の方にみんながこういう圧力をかけていけられる、いくという、そういう心をこう醸成していこうかと。戦争について知ることが平和を考える第一歩。貞子さんの遺族が映画撮影のために出会った人たちの証言がその回答です。12歳で行った少女の思いを伝える家族の営みが続きます。はい、こっちの足も上げて、1、2の、はい、もうちょっとこっち。介護するのは山本みどりさん、69歳です。そして母親の郁恵さんは95歳。18歳の時に被爆しました。お母さんが被爆のことでまだ伝えてないなっていうようなこととかまだある？まだない、うん、もうない？もうかなり私に伝えてくれた？どう？なんか話してるとポツポツとね。老いに例外はありません。ね、徐々に口数が少なくなってきました。あったとか思い出せない？神奈川県中部にある座間市。みどりさんは5年前から母郁恵さんと2人暮らし。夫に先立たれ、子供も独立しました。3人姉妹の次女だったみどりさんは呉市生まれです。しかし小学生の時から神奈川で暮らしています。母親が被爆者であることは幼い頃から薄々感じていました。子供の頃、母が寝てる時にうめくんですよね、うーって言って、で、あれが子供心にすごく怖くって、なんでだろう、どうしたんだろうって、何夢見てんだろうって思ったんですけど、後々よく考えたらやっぱりトラウマみたいになってて、やっぱりあの壮絶なあの時刻杖はもう本当に中にもう荒れされてるのかななんて思って。母郁恵さんのふるさとは世羅町です。17歳の時看護学校に通うため親元を離れ広島市へ。そして翌年原爆投下。それは爆心地から 1.5キロ、病院の敷地にあった寄宿舎で友人と話していた時でした。その瞬間を語ってくれたのは去年11月のこと。マグネシウムの強い光のあれがピカッとしただけで、それで気を失って、それから気がついたのが友達がいない、友達がいないでね。いつも一緒だった友人の東静江さんです。瓦礫の中から這い出した郁恵さんは大怪我をして探し回ったといいます。ボロボロに引かれてね、破れた衣類を着て、水くれ水くれってね、倒れていく人ばかりですから、だからもう自分どころじゃない、本当にものすごくね、隣にいた友達のことをベッド、ほんとベッド一つですからね、気になりもしてね、でどうしてるかどうしてるか、毎日ね、いる日はね、うろうろと探してました。生死を分けた紙一重の差、東さんと再び会うことはありませんでした。黙祷。去年の8月6日親子は広島を訪れていました。
広島への最後の旅。郁恵さんは静かに原爆慰霊碑に手を合わせていました。なんで死ななきゃいけなかったの、私みたいに外に出ることができたらよかったのにね、東さん。ただ目の前に来たから手を合わせてっていうんじゃなくって、ああ思い出してたんだなって、いくら私たちが言っても経験に勝るものはないし、やっぱあの沈黙の中から出てくる言葉ってやっぱりああやっぱ経験したもんしかああいう言葉って出ないし、ほらまたほらすごいねお鍋が、あーこれは美味しそう、ねえ美味しそうだね。さあ広島への旅から半年、郁恵さんは毎日の3食を欠かしません。しかし最近は寝ている時間も増えました。車に乗ろうか、車、車に今から乗るよ、いい？はい、よしよして、1、2、はい、うん、この日は揃って外出です。向かったのは近くの市民文化会館。地元の人たちに郁恵さんの被爆体験を聞いてもらいます。主催したのは座間市原水爆禁止協議会。年齢を考え協議会が制作した郁恵さんの映像を上映します。100人余りが耳を傾けました。その様子を郁恵さんがじっと見守ります。そして友人の東さんが亡くなった話に及ぶと、私だけがなぜ死ななかったのか、どうしても解決できないことでございます。ふわふわになった体を、かけがえのない友の死、77年余り経った今も忘れることのない広島の記憶です。そして再び現実味を帯びる核兵器使用、豪華に焼かれたあの日を知る被爆者として訴えたいことは、過去は絶対持っちゃならない、これだけ、はい、持たなきゃ戦争にならないんだから、持ってはダメ。生の声を聞こえるっていうのはすっごくもう重要な大切なことだと思います。平和な時こそするべきことは一人一人何が大事かなっていうことをね、改めて考えさせてもらいました。郁恵さんが被爆のことを積極的に語ることはありませんでした。しかし親子での同居をきっかけにその体験に向き合うようになりました。被爆のね、母を持つ私のなんか使命みたいなものをこれからはちょっと私も意識しながらやっていかなきゃいけないのかなって最近特に思ってます。みどりさんの提案で被爆体験を本にまとめたのは一昨年のこと。18歳で経験した広島の記憶を形にして残すためです。母から聞き取れたっていうのは唯一の財産かな。それを書き残してたので、まだ何かあこういうことがあったとか思い出せない、あと記憶どう、あの日から77年余り、歳月に容赦はありません。いい？
母親の記憶を消すわけにはいかない。今年70歳を迎えるみどりさんの決意です。こんにちは、お邪魔します。みどりさんの思いを聞きつけ、友人や近所の住民たちが駆けつけました。まずは身近な人たちからと設けた母親の体験や平和への思いを語る交流の場です。歴史的な事実だけを覚えるものじゃなくて、今の立場から過去を振り返って、そして将来に対して命の大切さっていうのをどうやって伝えるか。広島に行って被爆国の唯一の日本がどういうその被爆を受けた、そういう惨状っていうのをしっかりと学んでこなきゃいけないっていう基本が必要かなと思うんですよね。意見の交換は2時間以上に及びました。みどりさんはこれからも地元神奈川で対話の場を広めたいと言います。まず地域の第一歩が踏めたよっていう感じ。やっぱり、まあ、母に感謝しながら、まあ、それを本当に私が引き継いでみんなにこう意識をお互いに触発しながら持てたら、私の使命が一つできるのかなとか思いながらですね、まあ、身近なところからやっていきたいなっていうふうに思ってます。今月4日、95歳で息を引き取った母親は何を伝えたかったのか、そしてなぜ自分と同居するまでは広島の記憶を封印していたのか、そんな母親が託したメッセージを語り継ぐことが自らの使命と語る娘のみどりさんは、戦火が止まぬ今だからこそその責任の重さを痛感しています。これからは私がたくさんの人に伝えていく役目をしていくから、いい？はい、バトンタッチの握手だ。よし、じゃあ頑張ります。郁恵さん頑張りますからね。頑張ってください。はい、頑張ります。先月、東京都内。はじめまして、岩谷と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。戦前から戦後にかけての白黒写真を色付けし、戦争の記憶をより鮮明に伝える。取り組むのは大学3年の庭田安寿さんです。そして佐々木正弘さんは81歳、広島で家族と共に被爆しました。あれ貞子だっていうのをね、はい、分かってる方の方が、うんうん、あの世界にも発信しやすいし、はい、着物を着た写真ね。妹の貞子さんは被爆から10年後に白血病と診断されます。回復を願って鶴を折り続けましたが、その年に12歳で亡くなります。広島出身の庭田さんは高校生の時から戦争体験を受け継ぐ活動を続けています。白黒写真をカラー化するのに使うのは最新の人工知能技術。目指すのは当時を知る人の記憶の色の再現です。そして今回目を引かれたのは着物姿のこの写真。政治もできなきゃ結婚もできないと。一回も着物を着せたことはないけんね、着物を着せてやりたいって言って、貞子はこれが、じゃあこれがいいって言ったら選んだ桜模様のね、着物の柄なんですよ。こう思いがこもった一着だし、その一場面の写真だと思うので、正弘さんのその記憶の色っていうものを元にカラー化していきたいなっていうふうに思っています。この日、庭田さんが訪ねたのは福岡県。こんにちは。よろしくお願いします。どうもよろしくどうぞ。ありがとうございました。正弘さんに彩色した写真を
確認してもらいます。おこんな感じで今腹をかしたんですけどいかがですか。あより現実的になってきたね。桜色ってこの色で、でしたか。どうもうちょっと濃いとか。もうちょっと濃い。入院前に両親が送った桜模様の着物。色合いや柄はまだ手探りの状態です。この日ね、はい、貞子のために、はい、クラスメートが、うんうん、お別れ会を開いてくれたね。入院していた小学6年の3月、貞子さんは自分の病気について詳しく知らされないまま友人に別れを告げます。まあそういう元気な時もあったんだね。思い出を語る中、正弘さんが口ごもることが。貞子さんが亡くなられて、あの棺に入っておられる写真ですね。ああこんな感じで腹明かしたんですけど、あららいかがですか。ねえいいね。うん思い出すね。貧しいんだよねこの時は。安らかに眠る妹の姿。この時両親が送った桜模様の着物を着ていました。12歳で旅立った妹の無念は今も忘れません。家族にこうその病気の、痛みも話さずにずっとその家族の幸せを思って本当に思いやりが深くてそういう一人の少女だったんだ。原爆がただ投下された直後だけではなくてそうやってその後の日常も奪っていったんだなっていうことをすごく実感しました。記憶の色により近づきたい。訪れたのは原爆資料館です。確認したかったのは貞子さんが和服に合わせて身につけていた草履と巾着袋です。愛用していた草履には使い込まれた痕跡が残ります。苦心しているのは着物の色付け。頼りにしたのは終戦後間もなく開店したこの呉服店です。古い着れば当時のようなに近い切れで作った。これはまあそういう昔の切れを加工して作ってるのでだから近いのはこういうものがイメージ的には近いんかなと思うんですよ。元の写真だけでは色合いや柄など細部は分かりません。それでも当時の仕上がりに近づけたい。子供が着るならどんな色合いかなどプロの意見に耳を傾けます。この最初つけてたんですけど、こっち側の方が近い。もうちょっと濃くてもいいと。もうちょっと。一山売って娘に着物を着さ作ってね、嫁入りさせよったって言うんだから、着物っていうのはそういうものだったんですよ、昔はね。そして出来上がった写真を正弘さんに届けます。下駄はあの資料館で拝見したあの下駄の色から撮っていて撮ったろ。この草履をあなたが調べてくれてあのこの色つけたから、はい、余計に分かるわけよね。いいな、嬉しい。
貞子さんが眠る墓を訪ねた2人。庭田さんが誓ったのは、写真の色付けを通して得たものを受け継いでいくことです。カラー化した写真を通しての平和への思いというのをこう感じてもらえたら嬉しいですということをお伝えしましたね。私に託されたメッセージっていうものをまた私なりの形で伝え続けていけたらなというふうに思っています。戦争を知る人は少なくなるばかりです。その記憶をいかにして未来に受け継いでいくのか、彩色した写真が私たちに問いかけます。 We were introduced to many atomic bomb survivors and they each told us that we have to tell their stories to the world. 映像作家のアリ・ビーザーさんです。母国アメリカの人々に原爆の実態を伝えようとドキュメンタリー作品の制作を続けています。そして今月、被爆者やその家族を取材するため広島を訪れていました。祖父のジェイコブ・ビーザーさん、広島に原爆を落としたエノラ・ゲイト、長崎に落としたボックスカー、投下時レーダー担当として双方の爆撃機に搭乗した唯一の軍人です。その祖父はアリさんが4歳の時に死去。記憶はほとんどありません。しかし死後も原爆投下は正しいと教えられてきました。 She said, Oh, Ari, everyone knows what your grandfather did.He participated in the mission that ended the war. That's what she told us. We were 6 years old, so she didn't tell us more than that. 祖父や被爆者についての著作取材のために初めて広島を訪れたのは2011年。以来、多くの被爆者やその家族に向き合ってきました。They could have invited me there and yelled at me because of how angry they were over the atomic bombs, but that's not what their purpose is.That their grandfather had a message that all for one and one for all, and that we had to work together. この日、被爆三世の原田小鈴さんと共に訪れたのは、広島市中区の江場。原田さんの祖父が被爆した場所です。その当時の江場の左側を向いて被爆をするので、半分。こっち半分を全部やけどしました。そして耳は爆風で一生聞こえなくなった。祖父山口勉さんは29歳の時、出張で訪れた広島で被爆。そして大やけどを押してたどり着いたふるさと長崎で再び被爆します。いわゆる二重被爆者です。みんな死んでますから、生かされたものをですね、やっぱり何か伝えないかんわけですね。勉さんは2010年に死去。その思いを受け継いだ原田さんは、地元長崎を中心に紙芝居などで祖父の体験を語り継いでいます。8月9日長崎。その活動を通じて知り合ったのがアリさんです。交流は10年以上になります。もし逆の立場で生まれてたら、私がジェイコブさんの孫で彼がツトムの孫だとしたら、私はジェイコブさんの孫だったら彼には会いに来れない。でも彼は会いに来てくれたっていうのが一番、心動かされたことなんですよね。広島と長崎への原爆投下に携わったジェイコブさんと、二度被爆した勉さん、孫の二人が次に訪れたのは長崎です。キノコ雲を見て彼が思ったことは、キノコ雲が追いかけてきた、自分を広島から長崎まで追いかけてきた。キノコ雲を
と下の三世代の人は多分難しい気持ちありますね。うん、でも、小鈴さんが優しい、いつも優しい。なんで優しい？なんで優しい？アリが勇気を持って会いに来てくれたから。本当？うん、アリが会いに来てくれたから。と、祖父が、うん、やっぱり、まあ、肌の色が違っても、目の色が違っても、言葉が違っても、人間同士だから心は通じ合うっていう風に教えてくれたから。アリさんは来日のたびに被爆者のもとを訪ねています。この日広島市内で再会したのは3人の被爆者。When there is no, when there are no more survivors left and we are the only ones who are left, like what should we work towards in terms of continuing the message? それだけの威力がある兵器をがこんなに怖いもんだということを主題にして、繋いでってもらったら、こんな怖いものは使うこともう使えないとか思ってくれることを期待しています。悲惨なことがね、二度と起こらないように、やはり若い人たちが伝え続けて、言っていただきたい。ね、実感するのは、あの日の出来事を伝えることの大切さです。I definitely think that it has the most meaning coming from the voices of the survivors themselves. So many people who I've interviewed are no longer with us anymore. Stomo Yamaguchi has passed away. Tsuboya-san has passed away. I mean, we are losing...The most important voices could save the world. And now, once we forget what happened, then that's when it can happen again. アリさんは今、アフリカ・ルワンダでドキュメンタリー制作を指導しています。戦争を知るには、ルワンダは欠かせぬ国です。1994年、当時の大統領暗殺が引き金となり、民族同士の殺戮が勃発。わずか3ヶ月間で100万人が犠牲になったとも言われます。広島を訪れたセドリックさんはルワンダ出身。両親は内戦を生き延びました。Like the white war was used to destroy humans, but then back home they were using traditional tools like machetes, like stones, like that kind of things. You understand whether or not we have weapons? We talk a lot about nuclear war and nuclear weapons and disarmament.As a way to save the world, but even without nuclear weapons, we'll still wage wars where 1 million people are killed in 100 days. 久しぶりに訪れた原爆資料館。アリさんは争いをなくすために核兵器の脅威だけでなく、すべての戦争の悲惨さを伝えたいと言います。広島の悲劇を目の当たりにした今、改めて抱くのは。過ちを繰り返しかねない大国への危機感です。So I think a lot about the children who were exposed to the atomic bomb in the crosshairs of Vladimir Putin's nuclear weapons as he aims them in the Ukraine and all the children that are currently being bombed every day and it could happen at any moment right now. 混迷を深める世界情勢。5月には被爆地で初めて G7 サミットが開かれます。I hope that then, while the G7 is taking place in Hiroshima, that President Biden has the chance to go to Nagasaki, and that he makes history as the first president to go to Nagasaki. I really hope that he has the time and the courage to experience the city of Nagasaki on his own. 原爆を落とした国は今核大国。そして落とされた国は。核の傘の下、その狭間で出会った軍人と被爆者の孫、二つのキノコ雲を知る二人の祖父の足跡をたどる旅は、
これからも続きます。書店大手純駆動書店の広島駅前店です。今日から店頭に並んだ原爆の子貞子の願い、12歳で行った少女の生涯を描いた紙芝居で、およそ30年ぶりの復刻です。怖いですとか恐怖ですとか、そういった気持ちっていうのは持たれるかと思うんですけれども、そういう気持ちというのはすごく大切なことであって、たくさんの方にこちらを見ていただいて、こう記憶として残してつないでいっていただきたいという思いで。去年11月、東京からの長旅を終え広島に降り立った宮崎文江さんは71歳、紙芝居の脚本を手掛けました。平和公園を訪れるのはこの日が初めて。長年訪れたかった場所です。ここだ。いつも見てたのはここですね。そうです。佐々木貞子さんをモデルにした原爆の子の像、ここでは折に触れ子どもたちが集会を開いています。黙祷。もっと行きたかっただろうなと思いますよ。だって一番友達とワイワイ騒いだりできなかったんですもんね。2歳の時に被爆した貞子さんは10年後に白血病を発症。行きたいと願い鶴を折り続けますが、願いは叶いませんでした。関東で生まれ育った宮崎さんは本や資料を読み込みながら知識を得たといいます。そんな宮崎さんは小学校の教諭でした。そのため紙芝居の脚本を手掛けたのも授業を分かりやすく伝えたいとの思いから。完成した作品は36に上ります。紙芝居は人の前で人が伝えるから、だから余計にこう伝わるものがある、染みていくものがあるってね、心にね。貞子さんの物語を東京の出版社から発行したのはおよそ30年前。少女の無念、そして家族や友人の思いを伝えたいと思ったからでしたが、出版社の都合で廃盤に。そしてロシアによる突然のウクライナ侵攻、読み聞かせのボランティアなどから貞子さんの紙芝居を待望する声が上がります。さらに去年7月、紙芝居の上演に取り組む高校生を描いたドキュメンタリー番組が全国放送に。その熱心な姿に心を打たれ復刻を決意します。一生懸命演じてくれる人たちの姿見てね、はい、すごいな、いいなと思いましたね。残せるものがあったら、そういう文化でもってね、残していきたいな。それが語り継ぐことだし。広島市東区にある出版社、南南社です。復刻版の出版は被爆地広島でとの思いからここに依頼しました。持参したのは紙芝居の原画。原画の作者が亡くなっているため本編はそのままにします。そのため復刻版ならではの新たな価値を加えられないかが課題です。鶴がこう飛び立っていくのがここにね、プリントされると生徒さんの活動が、こう平和への願いが鶴になってこう飛んでいくよっていう、世界にも日本にもっていう感じのができたら。原爆のこの像が貞子さんの同級生の手で完成したように、復刻版にも生徒の力を借りたいと言います。ただ紙芝居の場合はやはりこう皆さんが演じる側と見る側、そこに周りにいる人たちという、そういう一つのこう空間の中でお互いがこう双方向でやり取りするという一つの世界を作っていくっていうのは、一冊一冊の本をこうまた読んでいくのとはまた違った、やっぱり媒体の強さが多分あるんだろうなと。そして
およそ半年をかけて復刻版が完成。ケースに描いた折り鶴は紙芝居の上演に取り組む広島の中学高校生が手掛けました。紙芝居は原版そのまま、貞子さんの被爆から活発だった小学生時代と突然の闘病、原爆の子の像の建立までが描かれます。繰り返さないためにもういつ何かが起きてもおかしくない時代になってきちゃったから、その何かが起きないために生きたかったっていう貞子さんの叫び、それをやっぱり心に刻んでほしいなと思いますね。生きたいと願った少女の絶望と再生、広島の子どもたちが先輩たちから上演を受け継いできたように、新たな息吹を吹き込まれた紙芝居はこれからも戦争の不毛さを語りかけます。お邪魔します。はい、いらっしゃい。よろしくお願いします。はい、どうぞ。いらっしゃい、皆さん。先月広島を訪れた7人の大学生、長崎で平和の実現を目指して活動しています。森重明さんは被爆したアメリカ兵捕虜について研究を続けてきました。で、長崎もその思いを聞きたいと大学生たちが希望して実現した出会いです。ちょっと考えた、ロンサムレディオというんだけど、その記者取り調べを受けるためにね、東京に連れて行かれたから助かった。90歳まで行きましたけども。森さんは広島で被爆して亡くなったアメリカ兵捕虜について40年以上にわたり調査、そして12人の身元を特定したことで知られます。アメリカのオバマ元大統領が広島を訪問した際には対面を果たしました。広島の被爆者森さんの言葉に耳を傾ける被爆地長崎の若者たち。7人が所属するのは核廃絶を目指す長崎ユース代表団。任期の1年間に出前授業などさまざまな活動に取り組みます。末広和葉さんは広島出身です。長崎大学に進学し、2つの被爆地の視点から核兵器などについて学んでいます。双方の原爆の被害の共通点とか逆に違うところとかも自分の中で整理できて、なんかそこがどっちもの被爆地で学ぶなんかメリットなのかなと思います。タロア号っていう爆撃機のこれが一部です。本物よ。取り出したのは森さんが保管するアメリカの爆撃機タロア号の機体の一部。このタロア号は1945年7月、タロア号は呉沖で撃墜されます。乗組員11人のうち8人が死亡、生き延びた3人は広島に連行され8月6日を迎えます。森さんは今も乗組員の遺族と手紙での交流を続けています。私がもし被爆者だったら、そのこんなにひどい被害をこう出した原爆を落とした国のことを嫌な気持ちになるとは思うんですけど、ちゃんと行動してご遺族にもお知らせするっていうのがなんかすごいすごいなっていうか、もう被爆から間もなく78年、被爆地広島に核兵器保有国を含む各国の首脳が集います。核兵器の使用であったり脅しっていうのは自分たちも含め、ロシア自分たちも含めてあってはならないことだっていう共同声明を出していただきたいかなというふうに思っております。それこそ諦めないでしっかりとね、平和の大切さを今この時だからこそしっかり声高にやっていただきたいっていうことで、今日の皆さんのね訪問はとってもね嬉しい、私たちにとっては。
原爆を落とした国と落とされた国の狭間で生まれた研究は今後の糧となるはずです。これをきっかけにもっと視野を広げていきたいなと思います。ぜひしっかり後世に原爆の被害とそれからそういった原爆が二度と使われないことを願って、平和がいかに大切かということを知ってもらう機会だというふうに思いまして、ありがとう。国境を越えて被爆者について研究する森さんと、もう一つの被爆地長崎で戦争を学ぶ若者たち、新たな絆が深まります。平和公園にある原爆のこの像、モデルとなった佐々木貞子さんは12歳でその生涯を閉じました。今も国の内外から折り鶴が捧げられ、その数は年間1000万にもなります。そしてそこを抜けると千羽おるんよ、千羽になったら願い事が叶うんよ。広島県立安芸府中高校、7年前から原爆の日に佐々木貞子さんの生涯を描いた紙芝居を上演してきました。多くの人に見てもらおうと日本語だけでなく英語版も手掛けます。 Hey, that's not fair. Running away from me. I did catch you. 主人公の貞子を演じるのは1年生の三井結葉さんです。貞子さんは2歳の時に被爆、11歳で白血病を発症し、回復を信じて鶴を折り続けましたが12歳で亡くなります。貞子さんは生きたいっていう前向きな気持ちがあるのは本当にすごいなって思うし、黙祷。めっちゃ緊張します。少しでも多くの方に貞子さんのことを知ってもらって、平和について考えてもらいたいなって思います。本番には地元の中学生も加わります。練習はおよそ2ヶ月に及びました。アメリカが広島に原子爆弾を落としました。77年前と同じように早朝から暑い一日となった令和4年の8月6日、観客はこれまでで最も多いといいます。またみんなに会いたいから、で苦しくてもそれを落ちていたところが良かったなって思います。ね、みんなが戦争について真剣に考えれたらいいなと感じた紙芝居でした。要望があれば応えます。オーストラリアから訪れた女性2人のためだけの紙芝居、キノコ雲の下で何があったのか、そしてその後何が起こったのか、一人でも多くの人に知ってもらいたいとの一心で英語で届けます。I will fall 1,000 times. If I finish falling 1,000 of them, I believe that my wish will be held again. Will come true. I want to go to school again. I just want to die. I mean, the whole thing's memorable, but especially her desire to fold the 1,000 paper cranes and the tragedy that she couldn't finish folding the paper cranes before she died. I think that's probably the most, like... Yeah, I think it's a very honourable thing that they're doing, and I think it's important, and it's... Yeah, I think it's very nice. 改めて平和について自分自身も考えられたかなって思いますね。私たちが平和についてもっと広めていくべきだなって思うし、
できることからやっていかなきゃなっていうふうに思いますね。原爆投下から77年、戦争や紛争は絶え間なく繰り返されています。12歳の少女が折り鶴に込めた願いを知ってほしい。令和の子どもたちがその志を受け継ぎます。佐々木貞子さんの兄正弘さんはこの日福岡空港にいました。おかえり。次男の雄二さんです。久しぶりの福岡への帰郷。親子が揃ったのはある映画の撮影のためです。親子が訪ねるのは福岡市に暮らすある男性。今日はね、真珠湾攻撃の際の生き残りの日本側のね、唯一の方とお会いして当時の話を聞いて。ありがとうございます。長沼はじめさんは102歳です。日本海軍の一員として真珠湾攻撃に参加していました。でもね、これがその貞子が入院してる時に折った折り鶴です。そうです。後でまたお話しします。はい。小さな折り鶴。貞子さんは被爆から10年後の冬に白血病と診断されます。生きたいという願いを込めて鶴を折り続けましたが、12歳で生涯を閉じました。妹の思いを知ってほしい。正弘さんは国の内外で講演などを続けてきました。およそ20年前からは雄二さんも行動を共にしています。そして今取り組むのは貞子さんの思いを伝える映画の制作。メガホンを取るのは映画監督の篠原哲夫さんです。乗られていた戦艦は加賀という。そうですね。映画で描くのは原爆だけではありません。被害と加害を知ることが戦争と平和の真実を考えることにつながる。そんな思いから取材は真珠湾攻撃にも及びます。長沼さんが徴兵され海軍に入隊したのは開戦の年、21歳でした。その年の12月8日、世界最大級の航空母艦とされた加賀の乗組員として真珠湾攻撃に加わります。出撃する戦闘機に爆弾や魚雷を装着するのが任務でした。使用成功するかどうかみんなば待って待ってましたね。初めて第一報が入りましてね、使用成功してるという。成功したと。それでわーっておられましたね。艦内は高揚感に包まれたといいます。アメリカ側の犠牲はおよそ2400人、対して日本側の死者や行方不明は60人余りでした。しかし半年後のミッドウェー海戦で加賀は沈没。長沼さんは足に大やけどを負いました。見てください。はじめさんはよう助かったですね。仲間の方はやっぱり亡くなられたんでしょう。加賀に乗られて亡くなったのが806名ぐらい。大怪我をした長沼さんはその後兵役免除に。終戦を迎えます。ね、本当に、思い出されるでしょう。そうでしょう、ね、もう亡くなったね戦友を思い出されるでしょ。
ね。そうだよね。悔しさを覚えた日本の敗戦から77年、今長沼さんが願うのは平和です。やっぱりそうですよ。当時の2人の旅は続きます。向かったのは福岡県八女市星野村。見えますね、火がね、うん、見られたことは僕初めてなんですよ。はい、静かに燃え続ける火、広島を焼き尽くした豪華の残り火です。雄二さんはこの火をハワイの真珠湾に灯すことを計画しています。それは撮影中の映画の山場になる予定です。その火についてね、星野村に火を持ち帰ったのは山本拓郎さんの父親でした。父達夫さんは星野村出身、3度目の召集で船舶輸送を担う暁部隊に所属していました。原爆が投下されたのは列車で竹原から宇品に向かう途中でした。黒子になった人とか、本当に水ぶくれになったり、真っ黒になったり、人たちがこう、逃げてくる、それとに逆らうように父は逆にしないなって言って、そういう状態。全身を焼かれ、息絶えた数えきれないほどの人を見取り、火葬しました。そして任務の傍ら、親戚を探したといいます。それは叔父の安家さん、父親を早くに亡くした達夫さんを可愛がっていました。安家さんは金商堂書店を営んでいました。爆心地から500メートルほどです。しかし行方は分からずじまい、9月には復員令が出ます。最後の最後の別れに、そのおじさんの家に行って、焼け跡を、まあ、その未練あったんでしょうね。もう何回も探したところだけども、地下室に降りていった時に、地面にまだ熱い、あれが残ってたんで、それで、こう、なんか、しゃがみ込んで、そこに息を吹きかけたら、ぽっとこう、炎が上がったんですよ。せめて、遺骨の代わりに火を持ち帰ろう。使ったのは出征する際祖母にもらったカイロ。中の炭の粉に火を移し持ち帰ります。そして安家さんを供養する火として密かに灯し続けました。父にしてみたら、もう本当恨みの日以外にはないという感じ。平和の日っていう感じになるまではもう戦後長い時間がかかって。叔父の命を奪った原爆の残り火。達夫さんの脳裏には焼け野原の惨状が焼き付いていました。歳月とともに薄れる戦争の記憶。一方で戦火が途絶えることのない世界、やがて平和について考えを巡らすようになります。自宅で灯し続けた火を平和の火として星野村に託したのは1968年でした。求めるのは憎しみを乗り越えた先にある和解と平和。佐々木さん親子が真珠湾に平和の火を灯そうとするゆえんです。真珠湾には貞子さんが作った折り鶴がすでに展示されています。折り鶴と原爆の火の背景や意味を考えてほしいとの願いを込めます。真珠湾と広島、日本の関係ですね、はこう本当にまだまだ
計り知れないね、うん、あのものが思いがあるし、うん、そこの溝を埋めるのってやっぱりこう、うん、僕ら戦争知らない世代の役目なのかな、うん、正弘さんは広島での映画撮影を心待ちにしていました。ワクワクしてるかな、今までにない話が聞けるかなと思って。川崎さん、はじめまして。なんとなく、あの、面影残ってますか？お父様に見てらっしゃいました。そうでしょ。広島市に住む川崎陽子さんは89歳。貞子さんが入院していた広島赤十字病院に実習で通っていました。そうでしょ、お茶目なお嬢さんでしたね。そうでしょ。入院して8ヶ月が経った10月25日、容体が悪化し家族が病院に駆けつけます。私が最後に聞いたのは、あのお茶漬けが食べたいって聞かれました。はい、はあ、貞子さんは食べたかったお茶漬けを口にして間もなく息を引き取りました。お父様がね、貞子ちゃんの顔をね、カミソリ当てられ、あ、そうでしたか。それはね、覚えて、あ、そうですか。お父様がね、ええ、あのちゃんとしてやりたいからって。お父様は美容師さんだったんですよね。そうです、美容師、顔当てられたのが覚えてます。僕も最後だから、我が娘だからね、自分ができることはしてやりたいと思ったんでしょうね。そうでしたか。行きたいとの願いを託しながら折った鶴は千羽を越えていました。弱音やわがままを口にすることは一度もなかった少女は12歳で行きました。一番根本は心じゃないかと。今も戦争が現実に起こってますけど、これは国対国の戦争ってもうこれどうしようもありません。私たちができるっていうのは、うん、そうじゃなくて民間のレベルで心がそういう方やっちゃいけないんだよっていう、その思いやりの心がずっとつながれば、それで政府の方にみんながこういう圧力をかけていけられる、いくという、そういう心をこう醸成していこうかと。戦争について知ることが平和を考える第一歩。貞子さんの遺族が映画撮影のために出会った人たちの証言がその回答です。12歳で行った少女の思いを伝える家族の営みが続きます。はい、こっちの足も上げて、1、2の、はい、もうちょっとこっち。介護するのは山本みどりさん69歳です。そして母親の郁恵さんは95歳。18歳の時に被爆しました。お母さんが被爆のことでまだ伝えてないなっていうようなこととかまだある？まだない。うん、もうない。もうかなり私に伝えてくれた。どう？なんか話してるとポツポツとね、老いに例外はありません。ね、徐々に口数が少なくなってきました。あったとか思い出せない。神奈川県中部にある座間市。みどりさんは5年前から母郁恵さんと2人暮らし。夫に先立たれ、子供も独立しました。3人姉妹の次女だったみどりさんは呉市生まれです。しかし小学生の時から神奈川で暮らしています。母親が被爆者であることは幼い頃から薄々感じていました。子
供の頃母が寝てる時にうめくんですよね、あのうーってって、であれが子供心にすごく怖くって、なんでだろう、どうしたんだろうって、何夢見てんだろうって思ったんですけど、後々よく考えたらやっぱりトラウマみたいになってて、やっぱりあの壮絶なあの時刻杖はもう本当にあの中にもう荒れされてるのかななんて思って。母郁恵さんのふるさとは世羅町です。17歳の時、看護学校に通うため親元を離れ広島市へ。そして翌年、原爆投下。それは爆心地から 1.5キロ、病院の敷地にあった寄宿舎で友人と話していた時でした。その瞬間を語ってくれたのは去年11月のこと。マグネシウムの強い光のあれがピカッとしただけで、それで気を失って、それから気がついたのが、友達がいない友達がいないでね。いつも一緒だった友人の東静江さんです。瓦礫の中から這い出した郁恵さんは大怪我をして探し回ったといいます。ボロボロに、あの光でね、破れた衣類を着て、水くれ水くれってね、倒れていく人ばかりですから、だからもう自分どころじゃない、本当にものすごくね、隣にいた友達のことをベッド、本当ベッド一つですからね、気になりもしてね、でどうしてるかどうしてるか、毎日ね、いる日はね、うろうろと探してました。生死を分けた紙一重の差、東さんと再び会うことはありませんでした。黙祷。去年の8月6日、親子は広島を訪れていました。広島への最後の旅、郁恵さんは静かに原爆慰霊碑に手を合わせていました。なんで死ななきゃいけなかったの、私みたいに外に出ることができたらよかったのにね、東さん。ただ目の前に来たから手を合わせてって言うんじゃなくって、ああ思い出してたんだなって、いくら私たちが言っても経験に勝るものはないし、やっぱあの沈黙の中から出てくる言葉って、やっぱりやっぱ経験したもんしかああいう言葉って出ないし、ほらまたほらすごいね、お鍋が、あーこれは美味しそうだね。さあ広島への旅から半年、郁恵さんは毎日の3食を欠かしません。しかし最近は寝ている時間も増えました。車に乗ろうか、車、車に今から乗るよ、いい？はい、よしよし、1、2、はい。この日は揃って外出です。向かったのは近くの市民文化会館。地元の人たちに郁恵さんの被爆体験を聞いてもらいます。主催したのは座間市原水爆禁止協議会。年齢を考え、協議会が制作した郁恵さんの映像を上映します。100人余りが耳を傾けました。その様子を郁恵さんがじっと見守ります。
そして友人の東さんが亡くなった話に及ぶと、私だけがなぜ死ななかったのか、どうしても解決できないことでございます。ふわふわになった体を、あと2人かけがえのない友の死、77年余り経った今も忘れることのない広島の記憶です。そして再び現実味を帯びる核兵器使用、豪華に焼かれたあの日を知る被爆者として訴えたいことは、核は絶対持っちゃならない、これだけ、はい、持たなきゃ戦争にならないんだから、持ってはダメ。生の声を聞こえるっていうのはすっごくもう重要な大切なことだと思います。平和の時こそするべきことは一人一人何が大事かなっていうことをね、改めて考えさせてもらいました。郁恵さんが被爆のことを積極的に語ることはありませんでした。しかし親子での同居をきっかけにその体験に向き合うようになりました。被爆のね、母を持つ私のなんか使命みたいなものをこれからはちょっと私も意識しながらやっていかなきゃいけないのかなって、最近特に思ってます。みどりさんの提案で被爆体験を本にまとめたのは一昨年のこと。18歳で経験した広島の記憶を形にして残すためです。母から聞き取れたっていうのは唯一の財産かな。それを書き残せたので、まだ何かこういうことがあったとか思い出せない、あと記憶どう？あの日から77年余り、歳月に容赦はありません。母親の記憶を消すわけにはいかない、今年70歳を迎えるみどりさんの決意です。こんにちは、お邪魔します。みどりさんの思いを聞きつけ、友人や近所の住民たちが駆けつけました。まずは身近な人たちからと設けた母親の体験や平和への思いを語る交流の場です。歴史的な事実だけを覚えるものじゃなくて、今の立場から過去を振り返って、そして将来に対して命の大切さっていうのをどうやって伝えるか。広島に行って被爆国の唯一の日本がどういうその被爆を受けたその惨状っていうのをしっかりと学んでこなきゃいけないっていう基本が必要かなと思うんですよね。意見の交換は2時間以上に及びました。みどりさんはこれからも地元神奈川で対話の場を広めたいと言います。まず地域の第一歩が踏めたよっていう感じ。やっぱり母に感謝しながら、それを本当に私が引き継いでみんなにこう意識をお互いに触発しながら持てたら、私の使命が一つできるのかなとか思いながらですね、身近なところからやっていきたいなっていうふうに思ってます。今月4日、95歳で息を引き取った母親は何を伝えたかったのか、そしてなぜ自分と同居するまでは広島の記憶を封印していたのか、そんな母親が託したメッセージを語り継ぐことが自らの使命と語る娘のみどりさんは、戦火が止まぬ今だからこそその責任の重さを痛感しています。これからは私が
たくさんの人に伝えていく役目をしていくからいい？はい、バトンタッチの握手だ。よし、じゃあ頑張ります。郁恵さん頑張りますからね。頑張ってください。はい、頑張ります。先月、東京都内。はじめまして。はじめまして。日和さんちと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。戦前から戦後にかけての白黒写真を色付けし、戦争の記憶をより鮮明に伝える。取り組むのは大学3年の庭田安寿さんです。そして佐々木正弘さんは81歳。広島で家族と共に被爆しました。あれ貞子だっていうのをね、はい、分かってる方の方が、うんうん、あの世界にも発信しやすいし、はい、着物を着た写真ね。妹の貞子さんは被爆から10年後に白血病と診断されます。回復を願って鶴を折り続けましたが、その年に12歳で亡くなります。広島出身の庭田さんは高校生の時から戦争体験を受け継ぐ活動を続けています。白黒写真をカラー化するのに使うのは最新の人工知能技術。目指すのは当時を知る人の記憶の色の再現です。そして今回目を引かれたのは着物姿のこの写真。政治もできなきゃ結婚もできないと。一回も着物を着せたことはないけんね、着物を着せてやりたいって言って、貞子はこれが、じゃあこれがいいって言ったら選んだ桜模様のね着物の柄なんですよ。こう思いがこもった一着だし、その一場面の写真だと思うので、正弘さんのその記憶の色っていうものを元にカラー化していきたいなっていうふうに思っています。この日、庭田さんが訪ねたのは福岡県。こんにちは。よろしくお願いします。はい、どうもよろしくどうぞ。ありがとうございました。はい、正弘さんに彩色した写真を確認してもらいます。おー、こんな感じで今、カラー化したんですけど、いかがですか？より現実的になってきたね。桜色ってこの色で、でしたか？どう？もうちょっと濃いとか。もうちょっと濃い。入院前に両親が送った桜模様の着物。色合いや柄はまだ手探りの状態です。この日ね、はい、貞子のために、はい、クラスメートがお別れ会を開いてくれたの。入院していた小学6年の3月、貞子さんは自分の病気について詳しく知らされないまま友人に別れを告げます。まあそういう元気な時もあったね。思い出を語る中、正弘さんが口ごもることが。貞子さんが亡くなられて、あの棺に入っておられる写真ですね。あ、こんな感じでカラー化したんですけど、あらら、いかがですか？ねえ、いいね。うん、思い出すね。貧しいんだよね、この時は。安らかに眠る妹の姿。この時両親が送った桜模様の着物を着ていました。12歳で旅立った妹の無念は今も忘れません。家族にこうその病気の、痛みも話さずに、ずっとその家族の幸せを思って、本当に思いやりが深くて、そういう一人の少女だったんだ、原爆がただ投下された
直後だけではなくて、そうやってその後の日常も奪っていったんだなっていうことをすごく実感しました。記憶の色により近づきたい。訪れたのは原爆資料館です。確認したかったのは、貞子さんが和服に合わせて身につけていた草履と巾着袋です。愛用していた草履には使い込まれた痕跡が残ります。苦心しているのは着物の色付け。頼りにしたのは終戦後間もなく開店したこの呉服店です。古い着れば当時のようなに近い着れで作った、これはまあそういう昔の着れを加工して作ってるので、だから近いのはこういうものがイメージ的には近いんかなと思うんですよ。元の写真だけでは色合いや柄など細部は分かりません。それでも当時の仕上がりに近づけたい。子供が着るならどんな色合いかなどプロの意見に耳を傾けます。最初つけてたんですけど、こっち側の方が近い、もうちょっと濃くてもいいと。もうちょっと、一山売って娘に着物を作ってね、嫁入りさせよったって言うんだから、着物っていうのはそういうものだったんですよ昔はね。そして出来上がった写真を正弘さんに届けます。下駄はあの資料館で拝見したあの下駄の色から撮っていて、撮ったろ。この草履をあなたが調べてくれて、あのこの色つけたから、はい、余計に分かるわけよね。いいな、嬉しい。貞子さんが眠る墓を訪ねた2人。庭田さんが誓ったのは、写真の色付けを通して得たものを受け継いでいくことです。カラー化した写真を通して平和への思いというのをこう感じてもらえたら嬉しいですということをお伝えしましたね。私に託されたメッセージっていうものをまた私なりの形で伝え続けていけたらなというふうに思っています。戦争を知る人は少なくなるばかりです。その記憶をいかにして未来に受け継いでいくのか、彩色した写真が私たちに問いかけます。We were introduced to many atomic bomb survivors, and they each told us that we have to tell their stories to the world. 映像作家のアリ・ウィーザーさんです。母国アメリカの人々に原爆の実態を伝えようと、ドキュメンタリー作品の制作を続けています。そして今月、被爆者やその家族を取材するため、広島を訪れていました。祖父のジェイコブ・ビーザーさん、広島に原爆を落としたエノラ・ゲイト、長崎に落としたボックスカー、投下時レーダー担当として双方の爆撃機に搭乗した唯一の軍人です。その祖父はアリさんが4歳の時に死去。記憶はほとんどありません。しかし死後も原爆投下は正しいと教えられてきました。She said, "Oh, Ari, everyone knows what your grandfather did.
He participated in the mission that ended the war. That's what she told us. We were 6 years old, so she didn't tell us more than that. 祖父や被爆者についての著作取材のために初めて広島を訪れたのは2011年。以来、多くの被爆者やその家族に向き合ってきました。They could have invited me there and yelled at me because of how angry they were over the atomic bombs, but that's not what their purpose is. That their grandfather had a message that all for one and one for all, and that we had to work together. この日、被爆三世の原田小鈴さんと共に訪れたのは、広島市中区の江場。原田さんの祖父が被爆した場所です。左側を向いて被爆をするので、半分、こっち半分を全部やけどしました。そして耳は爆風で一生聞こえなくなった。祖父山口勉さんは29歳の時、出張で訪れた広島で被爆、そして大やけどを押してたどり着いたふるさと長崎で再び被爆します。いわゆる二重被爆者です。みんな死んでますから、生かされたものをですね、やっぱりなんか伝えないかんわけですね。勉さんは2010年に死去。その思いを受け継いだ原田さんは、地元長崎を中心に紙芝居などで祖父の体験を語り継いでいます。その活動を通じて知り合ったのが有さんです。交流は10年以上になります。もし逆の立場で生まれてたら、私がジェイコブさんの孫で彼がツトムの孫だとしたら、私はジェイコブさんの孫だったら彼には会いに来れない。でも彼は会いに来てくれたっていうのが一番、心動かされたことなんですよね。広島と長崎への原爆投下に携わったジェイコブさんと二度被爆したツトムさん、孫の2人が次に訪れたのは長崎です。キノコ雲を見て彼が思ったことは、キノコ雲が追いかけてきた、自分を広島から長崎まで追いかけてきた。キノコ雲、上と下の3世代の人は多分難しい、気持ちありますね。小鈴さんが優しい、いつも優しい。なんで優しい？なんで優しい？兄が勇気を持って会いに来てくれたから。本当？兄が会いに来てくれたからと、祖父が、やっぱり、肌の色が違っても目の色が違っても言葉が違っても人間同士だから心は通じ合うっていう風に教えてくれたから。アリさんは来日のたびに被爆者のもとを訪ねています。この日、広島市内で再会したのは3人の被爆者。When there is no, when there are no more survivors left and we are the only ones who are left, like what should we work towards in terms of continuing the message? それだけの威力がある兵器をがこんなに怖いもんだということを主題にして、つないでってもらったら、こんな怖いものは使うこともう使えないとか思ってくれることを期待しています。悲惨なことがね、二度と起こらないように、やはり若い人たちが伝え続けて言っていただきたい。実感するのは、あの日の出来事を伝えることの大切さです。I definitely think that it has the most meaning coming from the voices of the survivors themselves. So many people who I've interviewed are no longer with us anymore. Stoma Yamaguchi has passed away. Tsuboya-san has passed away. I mean, we are losing the most important voices could save the world. And now, once we forget what happened, then that's when it can happen again.アリさんは今、アフリカ・ルワンダで
ドキュメンタリー制作を指導しています。戦争を知るにはルワンダは欠かせぬ国です。1994年当時の大統領暗殺が引き金となり、民族同士の殺戮が勃発。わずか3ヶ月間で100万人が犠牲になったとも言われます。広島を訪れたセドリックさんはルワンダ出身。両親は内戦を生き延びました。The atomic bomb with the, like the white world was used to destroy humans, but then back home they were using traditional tools like machetes, like stones, like that kind of things. You understand whether or not we have weapons. We talk a lot about nuclear war and nuclear weapons and disarmament as a way to save the world, but even without nuclear weapons, we'll still wage wars where 1 million people are killed in 100 days. 久しぶりに訪れた原爆資料館。アリさんは争いをなくすために核兵器の脅威だけでなく、全ての戦争の悲惨さを伝えたいと言います。広島の悲劇を目の当たりにした今、改めて抱くのは、過ちを繰り返しかねない大国への危機感です。So I think a lot about the children who were exposed to the atomic bomb in the crosshairs of Vladimir Putin's nuclear weapons as he aims them in the Ukraine and all the children that are currently being bombed every day. And it could happen at any moment right now. 混迷を深める世界情勢。5月には被爆地で初めて G7 サミットが開かれます。I hope that then, while the G7 is taking place in Hiroshima, that President Biden has the chance to go to Nagasaki, and that he makes history as the first president to go to Nagasaki. I really hope that he has the time and the courage to experience the city of Nagasaki on his own. 原爆を落とした国は今核大国。そして落とされた国は核の傘の下。その狭間で出会った軍人と被爆者の孫。二つのキノコ雲を知る二人の祖父の足跡をたどる旅はこれからも続きます。書店大手ジュンク堂書店の広島駅前店です。今日から店頭に並んだ原爆の子貞子の願い。12歳で行った少女の生涯を描いた紙芝居で、およそ30年ぶりの復刻です。怖いですとか恐怖ですとか、そういった気持ちっていうのは持たれるかと思うんですけれども、そういう気持ちというのはすごく大切なことであって、たくさんの方にこちらを見ていただいて、こう記憶として残してつないでいっていただきたいという思いで。去年11月、東京からの長旅を終え広島に降り立った宮崎文江さんは71歳、紙芝居の脚本を手掛けました。平和公園を訪れるのはこの日が初めて。長年訪れたかった場所です。ここだ。いつも見てたのはここですね。そうです。佐々木貞子さんをモデルにした原爆の子の像。ここでは折に触れ子どもたちが集会を開いています。もっと行きたかっただろうなと思いますよ。だって一番友達とワイワイ騒いだりできなかったんですもんね。2歳の時に被爆した貞子さんは10年後に白血病を発症。行きたいと願い鶴を折り続けますが、願いは叶いませんでした。関東で生まれ育った宮崎さんは本や資料を読み込みながら知識を得たといいます。そんな宮崎さんは小学校の教諭でした。
そのため紙芝居の脚本を手掛けたのも授業を分かりやすく伝えたいとの思いから。完成した作品は36に上ります。紙芝居は人の前で人が伝えるから、だから余計にこう伝わるものがある、染みていくものがあるっていうね、心にね。貞子さんの物語を東京の出版社から発行したのはおよそ30年前。少女の無念、そして家族や友人の思いを伝えたいと思ったからでしたが、出版社の都合で廃盤に。そしてロシアによる突然のウクライナ侵攻、読み聞かせのボランティアなどから貞子さんの紙芝居を待望する声が上がります。さらに去年7月、紙芝居の上演に取り組む高校生を描いたドキュメンタリー番組が全国放送に。その熱心な姿に心を打たれ復刻を決意します。一生懸命演じてくれる人たちの姿見てね、はい、すごいな、いいなと思いましたね。残せるものがあったら、そういう文化でもってね、残していきたいな。それが語り継ぐことだし。広島市東区にある出版社、南南社です。復刻版の出版は被爆地広島でとの思いからここに依頼しました。持参したのは紙芝居の原画。原画の作者が亡くなっているため本編はそのままにします。そのため復刻版ならではの新たな価値を加えられないかが課題です。鶴がこう飛び立っていくのがここにね、プリントされると生徒さんの活動がこう平和への願いが鶴になってこう飛んでいくよっていう、世界にも日本にもっていう感じのができたら。原爆のこの像が貞子さんの同級生の手で完成したように、復刻版にも生徒の力を借りたいと言います。ただ紙芝居の場合はやはりこう皆さんが演じる側と見る側、そこに周りにいる人たちという、そういう一つのこう空間の中でお互いがこう双方向でやり取りするという、一つの世界を作っていくっていうのは、一冊一冊の本をこうまた読んでいくのとはまた違った、やっぱり媒体の強さが多分あるんだろうなと。そしておよそ半年をかけて復刻版が完成。ケースに描いた折り鶴は紙芝居の上演に取り組む広島の中学高校生が手掛けました。紙芝居は原版そのまま、貞子さんの被爆から活発だった小学生時代と突然の闘病、原爆のこの像の建立までが描かれます。繰り返さないために、もういつ何かが起きてもおかしくない時代になってきちゃったから、その何かが起きないために生きたかったっていう貞子さんの叫び、それをやっぱり心に刻んでほしいなと思いますね。生きたいと願った少女の絶望と再生、広島の子どもたちが先輩たちから上演を受け継いできたように、新たな息吹を吹き込まれた紙芝居はこれからも戦争の不毛さを語りかけます。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。いらっしゃい、皆さん。先月広島を訪れた7人の大学生、長崎で平和の実現を目指して活動しています。森重明さんは被爆したアメリカ兵捕虜について研究を続けてきました。で、長崎もその思いを聞きたいと大学生たちが希望して実現した出会いです。ちょっとロンサムレディオというんだけど、その気象取り調べを受けるためにね、東京に連れて行かれたから助かった。90歳まで行きましたけども。森さんは広島で被爆して亡くなったアメリカ兵捕虜について40年以上にわたり調査、そして12人の身元を特定したことで知られます。
アメリカのオバマ元大統領が広島を訪問した際には対面を果たしました。広島の被爆者森さんの言葉に耳を傾ける被爆地長崎の若者たち。7人が所属するのは核廃絶を目指す長崎ユース代表団。任期の1年間に出前授業などさまざまな活動に取り組みます。末広和葉さんは広島出身です。長崎大学に進学し、2つの被爆地の視点から核兵器などについて学んでいます。双方の原爆の被害の共通点とか逆に違うところとかも自分の中で整理できて、なんかそこがどっちもの被爆地で学ぶなんかメリットなのかなと思います。タロア号っていう爆撃機のこれが一部です。本物よ。取り出したのは森さんが保管するアメリカの爆撃機タロア号の機体の一部。このタロア号1945年7月タロア号は呉沖で撃墜されます。乗組員11人のうち8人が死亡、生き延びた3人は広島に連行され8月6日を迎えます。森さんは今も乗組員の遺族と手紙での交流を続けています。私がもし被爆者だったら、そのこんなにひどい被害をこう出した原爆を落とした国のことを嫌な気持ちになると思うんですけど、ちゃんと行動してご遺族にもお知らせするっていうのがなんかすごいなっていうか、もう被爆から間もなく78年、被爆地広島に核兵器保有国を含む各国の首脳が集います。核兵器の使用であったり脅しっていうのは自分たちも含め、ロシア自分たちも含めてあってはならないことだっていう共同声明を出していただきたいかなというふうに思っております。それこそ諦めないでしっかりとね、平和の大切さを今この時だからこそしっかり声高にやっていただきたいっていうことで、今日の皆さんのね訪問はとってもね嬉しい。私たちにとっては原爆を落とした国と落とされた国の狭間で生まれた研究は今後の糧となるはずです。これをきっかけにもっと視野を広げていきたいなと思います。ぜひしっかり後世に原爆の被害と、それからそういった原爆が二度と使われないことを願って、平和がいかに大切かということを知ってもらう機会だというふうに思いまして、ありがとう。国境を越えて被爆者について研究する森さんと、もう一つの被爆地長崎で戦争を学ぶ若者たち、新たな絆が深まります。平和公園にある原爆のこの像、モデルとなった佐々木貞子さんは12歳でその生涯を閉じました。今も国の内外から折り鶴が捧げられ、その数は年間1000万にもなります。そしてそこを抜けると、千羽おるんよ、千羽になったら願い事が叶うんよ。広島県立秋府中高校、7年前から原爆の日に佐々木貞子さんの生涯を描いた紙芝居を上演してきました。多くの人に見てもらおうと日本語だけでなく英語版も手掛けます。 Hey, that's not fair. Running away from me. I did catch you. 主人公の貞子を演じるのは1年生の三井結葉さんです。貞子さんは2歳の時に被爆、11歳で白血病を発症し、回復を信じて鶴を折り続けましたが12歳で亡くなります。貞子さんは
生きたいっていう前向きな気持ちがあるのは本当にすごいなって思うし。黙祷。めっちゃ緊張します。少しでも多くの方に貞子さんのことを知ってもらって平和について考えてもらいたいなって思います。本番には地元の中学生も加わります。練習はおよそ2ヶ月に及びました。アメリカが広島に原子爆弾を落としました。貞子、母さんにしっかり捕まっておるんよ。77年前と同じように早朝から暑い一日となった令和4年の8月6日、観客はこれまでで最も多いといいます。またみんなに会いたいから、で苦しくてもそれを落ちていたところが良かったなって思いました、ね、みんなが戦争について真剣に考えれたらいいなと感じた鏡芝居でした。要望があれば答えます。オーストラリアから訪れた女性2人のためだけの紙芝居、キノコ雲の下で何があったのか、そしてその後何が起こったのか、一人でも多くの人に知ってもらいたいとの一心で英語で届けます。I mean, the whole thing's memorable, but especially her desire to fold the 1,000 paper cranes and the tragedy that she couldn't finish folding the paper cranes before she died. I think that's probably the most, like... Yeah, I think it's a very honourable thing that they're doing, and I think it's important, and it's... Yeah, I think it's very nice. 改めて平和について自分自身も考えられたかなって思いますね。私たちが平和についてもっと広めていくべきだなって思うし、できることからやっていかなきゃなっていうふうに思いますね。原爆投下から77年、戦争や紛争は絶え間なく繰り返されています。12歳の少女が折り鶴に込めた願いを知ってほしい。令和の子どもたちがその志を受け継ぎます。佐々木貞子さんの兄正弘さんはこの日福岡空港にいました。おかえり。次男の裕二さんです。久しぶりの福岡への帰郷。親子が揃ったのはある映画の撮影のためです。親子が訪ねるのは福岡市に暮らすある男性。今日はね、真珠湾攻撃の際の生き残りの日本側のね、唯一の方とお会いして当時の話を聞いて。ありがとうございます。私の次男です。長沼はじめさんは102歳です。日本海軍の一員として真珠湾攻撃に参加していました。でもね、これがその貞子が入院してる時に折った折り鶴です。そうなんです。後でまたお話しします。小さな折り鶴。貞子さんは被爆から10年後の冬に白血病と診断されます。
生きたいという願いを込めて鶴を折り続けましたが、12歳で生涯を閉じました。妹の思いを知ってほしい。正弘さんは国の内外で講演などを続けてきました。およそ20年前からは裕二さんも行動を共にしています。そして今取り組むのは貞子さんの思いを伝える映画の制作。メガホンを取るのは映画監督の篠原哲夫さんです。乗られていた戦艦は加賀という。そうですね。映画で描くのは原爆だけではありません。被害と加害を知ることが戦争と平和の真実を考えることにつながる。そんな思いから取材は真珠湾攻撃にも及びます。長沼さんが徴兵され海軍に入隊したのは開戦の年、21歳でした。その年の12月8日、世界最大級の航空母艦とされた加賀の乗組員として真珠湾攻撃に加わります。出撃する戦闘機に爆弾や魚雷を装着するのが任務でした。非常成功するかどうかみんなば待ってましたね、で初めて第一報が入りましてね、非常成功してるという。成功したと。それで笑ってもらいましたね。艦内は高揚感に包まれたといいます。アメリカ側の犠牲はおよそ2400人、対して日本側の死者や行方不明は60人余りでした。しかし半年後のミッドウェー海戦で加賀は沈没。長沼さんは足に大やけどを負いました。見てください、いいね。はじめさんはよう助かったですね。仲間の方はやっぱり亡くなられたんでしょう、加賀に乗られて。お、亡くなったのは全部806名ぐらい。大怪我をした長沼さんはその後兵役免除に。終戦を迎えます。ね、本当に、思い出されるでしょう。そうでしょう、ね、もう亡くなったね戦友を思い出されるでしょう。ね、そうでしょうね。悔しさを覚えた日本の敗戦から77年、今長沼さんが願うのは平和です。やっぱりそうですよ。当時の二人の旅は続きます。向かったのは福岡県八女市星野村。見えますね、火がね、見られたことは僕初めてなんですよ。はい、はあ。静かに燃え続ける火、広島を焼き尽くした豪華の残り火です。裕二さんはこの火をハワイの真珠湾に灯すことを計画しています。それは撮影中の映画の山場になる予定です。その火についてね、星野村に火を持ち帰ったのは山本拓郎さんの父親でした。父達夫さんは星野村出身、3度目の召集で船舶輸送を担う暁部隊に所属していました。原爆が投下されたのは列車で竹原から宇品に向かう途中でした。黒子でなかったりとか、本当に水ぶくれになったり、真っ黒になったりしてたりだと逃げてくる、それとに逆らうように父は逆にしないようにしていく、そういう状態。全身を焼かれ息絶えた数えきれないほどの人を見取り火葬しました。そして任務の傍ら親戚を探したといいます。それは叔父の安家さん、父親を早くに亡くした達夫さんを可愛がっていました。安家さんは
金賞堂書店を営んでいました。爆心地から500メートルほどです。しかし行方は分からずじまい、9月には復員令が出ます。最後の最後の別れに、そのおじさんの家に行って焼け跡を、まあその未練あったんでしょうね、もう何回も探したところだけども、地下室に降りていった時に地面にまだ熱い あれが残ってたんで、それでこうなんかしゃがみ込んでそこに息を吹きかけたら、スポッとこう炎が上がったんですよ。せめて遺骨の代わりに火を持ち帰ろう。使ったのは出征する際祖母にもらったカイロ。中の炭の粉に火を移し持ち帰ります。そして弥助さんを供養する日として密かに灯し続けました。父にしてみたらもう本当恨みの日以外にはないという感じ、平和の日っていう感じになるまではもう戦後長い時間がかかって、叔父の命を奪った原爆の残り火、辰夫さんの脳裏には焼け野原の惨状が焼き付いていました。歳月とともに薄れる戦争の記憶、一方で戦火が途絶えることのない世界、やがて平和について考えを巡らすようになります。自宅で灯し続けた火を平和の日として星野村に託したのは1968年でした。求めるのは憎しみを乗り越えた先にある和解と平和。佐々木さん親子が真珠湾に平和の火を灯そうとするゆえんです。真珠湾には貞子さんが作った折り鶴がすでに展示されています。折り鶴と原爆の火の背景や意味を考えてほしいとの願いを込めます。真珠湾と広島、日本の関係ですね、はこう本当にまだまだ、計り知れないね、ものが思いがあるし、そこの溝を埋めるのってやっぱりこう、僕ら戦争知らない世代の役目なのかな、正弘さんは広島での映画撮影を心待ちにしていました。ワクワクしてるかな、今までにない話が聞けるかなと思ってね。川崎さん、はじめまして。なんとなく面影残ってますか。お父様に見てらっしゃる。そうでしょう。広島市に住む川崎陽子さんは89歳。貞子さんが入院していた広島赤十字病院に実習で通っていました。軽い、そうでしょう、お茶目なお嬢さんでしたね。そうでしょう。入院して8ヶ月が経った10月25日、容体が悪化し家族が病院に駆けつけます。私が最後に聞いたのは、お茶漬けが食べたいって聞かれました。はい、貞子さんは食べたかったお茶漬けを口にして間もなく息を引き取りました。お父様がね、貞子ちゃんの顔をね、カミソリ当てられ、あ、そうでしたか。それはね、あ、そうですか。お父様がね、ちゃんとしてやりたいからって。お父様は美容師さんだったんですよね。顔を当てられたのが覚えてます。僕も最後だから、我が娘だからね、自分ができることはしてやりたいと思ったんでしょうね。そうでしたか。行きたいとの願いを託しながら折った鶴は千羽を超えていました。弱音やわがままを口にすることは一度もなかった少女は12歳で生きました。一番根本は
心じゃないかと。今も戦争が現実に起こってますけど、これは国対国の戦争ってもうこれどうしようもありません。私たちができるっていうのは、うん、そうじゃなくて民間のレベルで心がそういうことはやっちゃいけないんだよっていうその思いやりの心がずっとつながれば、それで政府の方にみんながこういう圧力をかけていけられる、いくという、そういう心をこう醸成していこうかと。戦争について知ることが平和を考える第一歩。貞子さんの遺族が映画撮影のために出会った人たちの証言がその回答です。12歳で行った少女の思いを伝える家族の営みが続きます。はい、こっちの足も上げて、1、2の、はい、もうちょっとこっち。介護するのは山本みどりさん69歳です。そして母親の郁恵さんは95歳。18歳の時に被爆しました。お母さんが被爆のことでまだ伝えてないなっていうようなこととかまだある？まだない。うん？もうない？もうかなり私に伝えてくれた？どう？なんか話してるとポツポツとね。老いに例外はありません。ね、徐々に口数が少なくなってきました。こういうことがあったとか思い出せない？神奈川県中部にある座間市。みどりさんは5年前から母郁恵さんと2人暮らし。夫に先立たれ子供も独立しました。3人姉妹の次女だったみどりさんは呉市生まれです。しかし小学生の時から神奈川で暮らしています。母親が被爆者であることは幼い頃から薄々感じていました。子供の頃母が寝てる時にうめくんですよね、うーって言って、であれが子供心にすごく怖くって、なんでだろう、どうしたんだろうって、何夢見てんだろうって思ったんですけど、後々よく考えたらやっぱりトラウマみたいになってて、やっぱりあの壮絶なあの時刻杖はもう本当にあの中にもう荒れされてるのかななんて思って。母郁恵さんのふるさとは世羅町です。17歳の時看護学校に通うため親元を離れ広島市へ。そして翌年原爆投下。それは爆心地から 1.5キロ、病院の敷地にあった寄宿舎で友人と話していた時でした。その瞬間を語ってくれたのは去年11月のこと。マグネシウムの強い光のあれがピカッとしただけで、それで気を失って、それから気がついたのが友達がいない、友達がいないでね。いつも一緒だった友人の東静江さんです。瓦礫の中から這い出した郁恵さんは大怪我をして探し回ったといいます。ボロボロにあの光でね、破れた衣類を着て、水くれ水くれってね、倒れていく人ばかりですから、だからもう自分どころじゃない。本当にものすごくね、隣にいた友達のことをベッド、本当ベッド一つですからね、気になりもしてね、でどうしてるかどうしてるか、毎日ね、いる日はね、うろうろと探してました。生死を分けた紙一重の差、東さんと再び会うことはありませんでした。黙祷。
去年の8月6日、親子は広島を訪れていました。広島への最後の旅。郁恵さんは静かに原爆慰霊碑に手を合わせていました。なんで死ななきゃいけなかったの、私みたいに外に出ることができたらよかったのにね、東さん。ただ目の前に来たから手を合わせてっていうんじゃなくって、ああ思い出してたんだなって、いくら私たちが言っても経験に勝るものはないし、やっぱあの沈黙の中から出てくる言葉ってやっぱり、やっぱ経験したもんしかああいう言葉って出ないし、ほらまたほらすごいね、お鍋が、あーこれ美味しい、ね、美味しそうだね。さあ広島への旅から半年、郁恵さんは毎日の3食を欠かしません。しかし最近は寝ている時間も増えました。車に乗ろうか、車、うん、車に今から乗るよ、いい？はい、よしよし、1、2、はい、うん、この日は揃って外出です。向かったのは近くの市民文化会館。地元の人たちに郁恵さんの被爆体験を聞いてもらいます。主催したのは座間市原水爆禁止協議会。年齢を考え協議会が制作した郁恵さんの映像を上映します。100人余りが耳を傾けました。その様子を郁恵さんがじっと見守ります。そして友人の東さんが亡くなった話に及ぶと、私だけがなぜ死ななかったのか、どうしても解決できないことでございます。ふわふわになった体を、あの光に当てられ、かけがえのない友の死、77年余り経った今も忘れることのない広島の記憶です。そして再び現実味を帯びる核兵器使用、豪華に焼かれたあの日を知る被爆者として訴えたいことは、核は絶対持っちゃならない、これだけ、はい、持たなきゃ戦争にならないんだから持ってはダメ。生の声を聞こえるっていうのはすっごくもう重要な大切なことだと思います。平和の時こそするべきことは一人一人何が大事かなっていうことをね、改めて考えさせてもらいました。郁恵さんが被爆のことを積極的に語ることはありませんでした。しかし親子での同居をきっかけにその体験に向き合うようになりました。被爆のね、母を持つ私のなんか使命みたいなものをこれからはちょっと私も意識しながらやっていかなきゃいけないのかなって最近特に思ってます。みどりさんの提案で被爆体験を本にまとめたのは一昨年のこと。18歳で経験した広島の記憶を形にして残すためです。母から聞き取れたっていうのは唯一の財産かな。それを書き残せたので、まだ何かあこういうことがあったとか思い出せない、
あと記憶どう？あの日から77年余り、歳月に容赦はありません。いい？母親の記憶を消すわけにはいかない。今年70歳を迎えるみどりさんの決意です。こんにちは、お邪魔します。みどりさんの思いを聞きつけ、友人や近所の住民たちが駆けつけました。まずは身近な人たちからと設けた母親の体験や平和への思いを語る交流の場です。歴史的な事実だけを覚えるものじゃなくて、今の立場から過去を振り返って、そして将来に対して命の大切さっていうのをどうやって伝えるか。広島に行って、被爆国の唯一の日本がどういうその被爆を受けた、そう惨状っていうのをしっかりと学んでこなきゃいけないっていう基本が必要かなと思うんですよね。意見の交換は2時間以上に及びました。みどりさんはこれからも地元神奈川で対話の場を広めたいと言います。まず地域の第一歩が踏めたよっていう感じ。やっぱり母に感謝しながら、それを本当に私が引き継いで、みんなにこう意識をお互いに触発しながら持てたら、私の使命が一つできるのかなとか思いながらですね、身近なところからやっていきたいなっていうふうに思ってます。今月4日、95歳で息を引き取った母親は何を伝えたかったのか、そしてなぜ自分と同居するまでは広島の記憶を封印していたのか、そんな母親が託したメッセージを語り継ぐことが自らの使命と語る娘のみどりさんは、戦火が止まぬ今だからこそその責任の重さを痛感しています。これからは私がたくさんの人に伝えていく役目をしていくから、いい？はい、バトンタッチの握手だ。よし、じゃあ頑張ります。郁恵さん頑張りますからね。頑張ってください。はい、頑張ります。先月、東京都内。はじめまして、岩さんと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。戦前から戦後にかけての白黒写真を色付けし、戦争の記憶をより鮮明に伝える。取り組むのは大学3年の庭田安寿さんです。そして佐々木正弘さんは81歳。広島で家族と共に被爆しました。あれ貞子だっていうのをね、はい、分かってる方の方が、あの世界にも発信しやすいし、はい、着物を着た写真ね。妹の貞子さんは被爆から10年後に白血病と診断されます。回復を願って鶴を折り続けましたが、その年に12歳で亡くなります。広島出身の庭田さんは高校生の時から戦争体験を受け継ぐ活動を続けています。白黒写真をカラー化するのに使うのは